はい、えっと、それではですね、本日の入門講座、民法の第1回の講義を進めてまいります。えっと、前回ですね、全体構造編ということで、法律の全体像みたいなね、法律の学習の仕方みたいなのを進めていきましたが、今日からは結構本格的な内容ということになります。で、入門講座自体は、えっと、一応7科目ありまして、民法から始まって民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、憲法、行政法という形で、全7科目1年間かけて学習していくということになります。で、えっと、春からね、受講 されている方は、まあ、民法が一番最小ということになりますので、まあ、とりあえず法律の勉強がまあ具体的にどういうふうに進めていくのかみたいなね、最初、ならしならしで進めていければと思っております。で進め方ですけれども、基本的には、えー、とテキストの確認だけしておくとです、ね、えー、まずあの一応、レックの方ではこのセブンサミットという、ねえー、まあ結構分厚いテキストの方が一応メインテキストでありまして、でこちらの方全部で民法3冊ですね、民法1、2、3という形で3冊用意されています。でこちらははの講義の中ではものすごく すい量多いんですよで司法試験までまあ使うような教材みたいな形で、まあ、必要なものがバッと載っているという形の教材になりますので、まあ、講義の中でこれ一番最初からやっていくと、まあ、どうしても終わらないし、えー、例えば勉強するにあたってもメリハリつかないというところもありますのでこちらのセブンサミットはどちらかというと参考教材、えー、という形で、えー、使うことになります。であとは <laughs> じゃあ、講義どういうふうに進めていくかというと、中心になるのはねえこの中からまあまあ試験で問われるもの、特にですねえ司法試験、予備試験、それからまあ法科大学院試験、あとは国家公務員の総合職ですけれども、すべからくまあ論文式みたいな形で記述の力が問われることになりますので、あ,ある程度、全体のもうすごい広いところの中からまあ論文で問われるところ、特にその1回目の集会の中で重視すべきところというのを、ある程度ピックアップして説明していきます。講義 メモというのが渡っていると思うんですね、ねこの講義メモというやつが一応講義で使うレジュメの扱いになっています、ですのでこちらの方でもう必要なものについては情報を集約する形になっていますので、こちらの方を中心に進めていきます。であとは この講義メモ自体はどんどん書き込んだりとか参照したりすると思うんだけどもおそらく復習したりするときとか講義を受けるときとかに何書き込んでいいのかとかね実際書いてみてなんかちょっと予想とは違ったみたいなね直したいみたいなこともあると思いますので講義ごとに1回の講義で使うものは基本的には分割という形でお配りしていますで通学されている方は毎回、記状というかね えー、その教室の中にありますのでこちらのを持っていただければ、まあ、中身は同じです、えー、中身は全く同じものになっていますので、えー、ここにもあの例えば書き込むときとかもあまり気にせずね、えー、ど,んどんどん情報を一元化してもらえれば、えー、という形になっていますで、Zoom で受講されている方についても Zoom の方うに、ね、ザップされていると思いますので、まあ、そちらの方をダウンロードしていただいて、えー、もう自由に使ってください。で 講義がまあ、今日からという方も多いと思うんですが、えー、基本的には予習は全くいらないと、えー、いう形にしています、えー、でなのでまあ、とりあえず来て、えー、まあ、とりあえず講義を受けて でまあ、講義で聞かれている内容をとにかく納得する、えー、ことを中心に、えー、進めてもらってで、まあ、やる限り復習重視ですね、えー、復習を重視してもらえればと思っています、なので1回の講義量ってそこそこ長いです、まあまあ、今日は最初に、ね、進め方とか説明するかもあれだけどもまあ大体講義3時間、えー、ですね、まあ、休憩含めて3時間進めますが、まあ、その中でまああの必要な情報をどんどん、えー、学習していくということになるので、まあ、の復習する際にはとりあえずまあ講義メモで書かれていることについて、まあ、もう1回。あの まあ、講義を見直すでもいいですし、えー、場合によっては、まあ、講義メモを見て、まあ、講義で書かれていることとかを再現していくっていうね、えー、そういうふうな形でえ復習していただいて、ただ、その一方で覚えなきゃいけないことってありますよね。えー、まあ、法律の勉強だから、とりあえず、まあ、理解が中心なんだけれども、まあ、今日の講義でもやるけど、どうしても覚えなきゃいけないものってあるんですよ。で、覚えなきゃいけないものについては、まあ、レジュメとしてチェックシート。 って、えー、いうのがあります。でこちらの方はまあ覚えなきゃいけないものがもうまとまっている形になってます。えー、例えばまあ今日やるところとかであれば。 まあ一つ例ですけど、まあ適当に移しますけれども、えー、まあこんな感じで、まあ一問一答みたいな形になってますんで、で、いたえー、一回の講義で進むところで、まあたいのものがね、えー、扱ってるってことになりますから、その進んだところね。で、そこについて、まあ、聞かれてることをもうこれはスラスラ言えるようにっていう形で、まあ反復してもらえる復習用の教材っていうことになります。なので、 まあ、講義中は講義メモ、で、えー、そして復習するには講義メモの、まあえー、見返しと、えー、それからあとは、えー、こちらですかね、えー、チェックシートをもう一回しっかりやると、であとはですねもう一冊テキストとしては、事例問題解説集というのがそらくいっていると思いましてで、こちらは民法の事例形式ですね、えーまあ、民法の事例形式になっている問題が、えー、集まると思うんですけど、まあ、これからやるけどねあの、法律の勉強でどこまでも行っても、抽象論ではやっぱり問題解けないんですよね。 具体的に、まあ、民法であれば誰かと誰かが、まあ、いま金返せだとか、ね、家を明け渡せだとか、ねまあ、そんな形で紛争があってそれ紛争を解決するみたいなねそれの紛争の処理方法みたいになるので、まあ、短文の事例ですねどちらかというと短めな事例を使って、まあ、こ,れこれも講義の中で適宜説明していきます講義の中で解説していくので、まあ、そこについても同じように出てきたものをもう一回復習するという形で進めてもらえればと思いますで えー、ここまでがまあ講義の進め方ではありますが、えーまあ、もうちょっと余裕がある人、ね、はあの後々になってまた出てくると思うんですけれども、客観的になんかあの問題が解けるようになったかどうか確認したいという人はあの担当式試験というつがあるんですね。 えーまあ、言ってもマークシートの試験ですねで予備試験の問題とかは例えばこれがあの将来的に、えー、国家総合職公務員目指される方もロースクール目指される方も予備目指される方もたくさんいると思うんだけれども基本的に予備試験の過去問というのはその法律の勉強んかの中のスタンダードな問題なんですね、えー、だからなんか変に難しすぎずに変に簡単すぎずという形で、まあ、講義でやった内容についてはほぼほぼ、えー、やった部分については予備試験の過去問でカバーできるという形になるので、まあ、復習する際に、まあ、本来2年コースとかでコースを取られている方は予備試験 の過去問やるのは2年目の講座で過去問全部回すということをやるんだけれども1年目の段階でとりあえず自分の進捗状況とか効果測定したいなという方は担当の過去問集まあ本屋さんに行くとねまあ予備試験担当過去問集みたいなのも売ってますのでまあそれなんかを一冊用意してで講義でやったところがちゃんと分かっているかどうかという形でまあ問題を解いてみる、解くと結局丸バツじゃないですか、丸バツなので客観的にまあ理解できているかどうかということはチェックできますのでまあ復習するにあたっては優先順位はちょっと落ちます。最優先はもう講義のえ の復習で次にチェックシートで覚えることを覚えるっていうのが最優先なんだけれども、も少し、まあえー、余裕があるという方は、まあ、担当の過去問集の中で、まあ、講義で扱ったものね、ね、えー、講義で扱ってないなってもよく分からないと思うので、えー、講義で扱った分野についてちょっと解いてみて、えー、進捗確認するというのはありなのかなと思います、で早速ですけれども、じゃあ今日からの民法の1回目の <laughs>、えー、講義ということになりますが、そもそも民法という科目がそもそももどんな科目なのかという、ねえー、ことからちょっと確認をしていきますと。 めさいまあ、これからまああの全体構造編でやったことをちょっと重複するんですが、まあ、基本的には法律の刑とい,いうのは全部で、まあ、その入門講座全部フルで受ける方は7科目になりますで大きく分けると司法、まあ、形、まあ、刑事刑法、まあ、形という形で という形でまあ三つの形になるんですね。で司法系って何かっていうと、まあこれから使う民法を商法を。 まあ民事訴訟法ってまあ3つの科目になるわけですがまあ全て共通しているのがあの司法系というのは私人と私人との間のまあ揉め事の解決ということになりますえだから、例えば誰かが誰かにお金貸したけど帰ってこないとかねえ誰かが誰かに対して物を売ったんだけどいつまでたっても代金払ってくれないとかあとは場合によっては交通事故で車に引かれちゃったとえ車に引かれて治療費払ってほしいとかまあ人と人なんですよね、私人と私人との間に紛争ってやっぱり起こる。 でこの紛争をどうやって解決するのかということを、まあ、学習していくのが司法系で,で民法がこれから扱う、えー、科目なんだけども、<coughs> まあ、司法の一般法というふうに言われています <coughs>、まあ、つまり、私人と私人との間で、まあ、何かトラブルがあったときに、まあ、そのトラブルを解決するための一番ベースとなる法律だと思ってください。ですかから民法が分かれば、 まあ、例えば商法ってこれは何かというと、まあ、商法という言葉からも、ね、かるかなイメージが湧くと思うんだけど、まあ、商人と商人とか、ね、あとは会社と、えー、何かみたいな形で、まあ、いわゆる商売をする人たち、えーまあ、商人や商行為について行うものなんだけれどもこの民法のルールをベースとして、えー、商法というのは作られていますなので、まあ、民法の知識というのがまず最前提になるで民事訴訟法って何かというと、まあ、実際に,、えーこのようにまあ、民法とか商法とかで <laughs> まあ、お金を返してくれという形で、まあね、ルールが決まっているとしても、ねえー、実際に返してくれなかったらどうしなきゃいけないかって裁判しなきゃいけないわけですよねで実際にじゃ裁判をするにあたっては今度はちょっと裁判所に何かやるって話になるからきちんと手続きが必要になるわけ、ね、でそのための例えば民事訴訟でお金を取り立てたりとか、ねえー、民事訴訟で、えー、建物を明け渡してもらったりとか、まあ、そういう紛争をこっちは解決する方だね えこの紛争を解決するために訴訟の手続きを使ってえ何とかしてあげましょうというのが民事訴訟法ということになりますでちなみに刑事系、広報系って続きますが、まあ、刑事系というのはまあ刑法とか刑事訴訟法といったようなまあ犯罪に関することですね、えー、こういうことやったら犯罪になりますみたいな形で、まあ、その犯罪に対するもので刑事訴訟法というのは今度は刑事の訴訟だから まあ言ってみれば逮捕されて捕まって拘、ね、留されている人が実際刑事裁判をかけられて、まあ、有罪判決をもらって、まあまあ、刑務所に入るみたいな、まあ、そのような話のいわゆる刑法というのがその犯罪が成立するかどうかでその犯罪が成立することを前提に刑事訴訟法というのはそれに対して訴訟で、まあ、実際に国家が刑罰権を課せるみたいな話が刑事訴訟法、で広報で憲法行政法ってあるんですが、まあ、こちらはどちらかというとあの。えー 憲法というのは国の最高法規ということになりますけれども、えー、公権力と私人の関係ですね、まあ、全体構造で触れたと思うんだけれども、えー、公権力、つまり国と例えば私人の関係で、えー、憲法というのが定められていたりとか、まあ、行政法だったら、まあ、一般の住民とか市民と行政との関係みたいなのを規律するもので、大体これがバーっと7科目進んでいきます、で一番最初に、えー、今,日う今日から使うのがまあ民法ということで、まあ、司法の一般法という位置づけになります。 じゃあ、じゃあ、これで今日どこから勉強していくかというと、まあ、セブンサミットだと、 まあ民法ま一番最初、ね、これ開くと、ねまあ、特に開かなくても大丈夫なんだけども、まあ、大体、民法とは何かとか、ねえー、法律とは何かみたいなある程度、抽象論からまあ入っているのが大体、えー、こういう法律の本なんですよね、でこれはセブンサミットにかかわらずおそらく勉強を進めていくと、まあ、どんな法律をやってもそうです、憲法を始めようと思ったら、まあ、そもそも憲法とは何かとか、ねえー、もっと突き詰めて法とは何かみたいなところから入っていくことになるんだけれども、もただある程度、ね、学習するにあたってはもう具体的にちょっとやってみて 見てから中論を入ったがが分かりやすすいってことこ結構多くあるんですよね、えー、そもそも憲法とは何かだったら憲法の勉強をとりあえず進めてみてある程度進んだ段階で振り返ってみたら憲法ってこんなもんだなみたいなね。 その方ががややっぱりりり分分かすすい部分がやっぱり多くありますで民法も結構この辺は近くて、まあ、一番最初に民法とは何かというような学習とか、民法の大原則みたいなのをやるのも全然、順番としては一番最初なんだけれど、ありなんだけれども、も、まあ、やっぱり分かりにくくなっちゃうので、まあ、習うより慣れろという形で、まあ、一番最初は民法の中でまあイメージが分けやすいところから入っていって、それでまあ最終的に網羅的にやっていくという形になります。<laughs> ではじゃあ民法っ,て言ったら一番最初 どういう,ふうな話になるかというと基本的にはシンプルなんですよ民法で一番ベースになるのは契約ってやつなんです簡単に言うと、えー、人と人と約束をしてでその約束を結局守っておけば経済活動も、ね、うまくいくわけですよ、えー、例えばパン屋さんに行ってパンが買いたいなと思ったら売り主が飼い主に対してパン買いませんかって、ね、じゃパンください っていう形で、まあ、パンを売ります、買いますということで約束が成立すれば、ねえー、それで契約って成立するわけですで契約ってちなみに何かというとあの意思表示と意思表示の合致と言われているんですよつまり意思表示というのは何かというと何らかの法律上の効果例えばパン屋さんにパンをくださいという人はパンを欲しいわけだよ、ね、ですごく突き詰めていうとパンの所有権を得たいわけです。 で、そうするとパンの所有権が欲しい。だからそのためにパン屋さんに向かって、えパンを売ってください。まあ、100円で売ってくださいっていうことをやるわけです。これは自分がパンの意思表、パンが欲しいという法律効果が欲しいから意思表示をするわけ。で、じゃあそれで契約成立するかってはしないよね。え、パンを100円で売ってくださいって言った時に、じゃあ売り主が、いやいや、お前には売らねえよって話だったら、それで終わりの話です。で、その後に、え、実際に売り主が、じゃあ分かりましたと。じゃあこのパンをあなたに100円で売りましょうっていう意思表示をする。 でこの意思表示って何かというとやっぱりパン屋さんも何か法律効果が欲しいわけだどんな法律効果を求めているかというと簡単に言うと100円の代金を支払ってもらうという法律効果を求めているでこれはあの、まあ、民法の勉強では、まあ、人に対する請求権のことを債権というんですね、えー、ですからパンを売りますよということは結局は売り主からしてみれば買い主に対して100円という、ね、代金の債権が欲しいわけだからパンを売りますという意思表示をするそうするとお互いにその意思が合致するよね えー、パンを100円で売る、パンを100円で買うっていうのが合致することによって、まあ、契約が成立する。で、契約が成立した後に、どうするかっていうと、お互いに約束を果たすわけです。売り主は何するかというと、パンを引き渡す。まあ、パンをあげなきゃだめでしょ。だからパンを引き渡す。で、そして飼い主は100円を支払う。で、100円を支払った上で、じゃどうなるかっていうと、契約はその役割を終えていくと。 でこれがまあ基本的なあの日常生活における民法の役割なんですよね、まあ、契約が結ばれて契約がその通りに実行されてそして契約は役目を終えると、まあ、いう形になるんだけどもじゃあ試験で何出るかとかもしくは民法を何決めてるかというとそれで済むんだったら法律いらないわけでね大体いいそれによってトラブルが生じてるんです例えば契約が成立する段階で、まあ、さっきは契約無事に成立したけれども実はパン,パンくださいって言ったけど私はケーキが欲しかったんだと。 間違ってパンって言っちゃったけれどもケーキだったんだとかねもしくは売る人はあ,あ,あなたはねさっきパンくださいって言ったけれども冗談だと思ってたと、えー、そもそもパンなんか俺売る気ないわ私売る気ないわっていう場合にじゃあその時お互いに約束がさ成立してないでしょ例えば片方はケーキをくださいっていうつもりでパンくださいって言ってるわけでもう片方はパンを売りますって言ってるんだったらこの契約って成立するのかねでするとしたらパンの売買なのかケーキの売買なのか まあその辺はっきりしないですよねじゃあもうちょっともし仮にそれが契約が無事に成立したとしてもねじゃあ今度は100円でパンを売りますって言った時にじゃあそのパンを引き渡しました売り主がそのパン腐ってたらどうしますっていう話、えー、パンが腐ってた場合どうだろうもしくは100円く,ださい100円くださいって言っても飼い主が買って100円払ってくれないっていうこともあり得るよねそうすると契約が成立してもじゃあそれ通りに契約が行われないみたいなことがあるじゃない そうするとそれもやっぱりトラブルなわけで民法というのはその原則的なルールがあってその原則的なルールからちょっとはみ出しちゃったものでねはみ出しちゃったりとかトラブっているところをどうやって解決するのかというその部分について結構大きく規律されていますなので民法の学習するときのポイントはできるだけねあの抽象的に考えない具体的に事例で考える ということがポイントになりますで特に今日は一番最初ということになりますので一番契約が一番成立がポイントとなるけれども契約って何でできているかというと意思表示でできています、最初に言っておくとね、えー、先ほどの例でいうとパンを売ります、100円でパンを売ります、100円でパンを買いますという、まあ、意思表示があってその対立する意思表示がピタッとはまれば契約が成立するで契約が成立するとどうなるかというとお互いに一般的には債権がお互いに発生することになります。 先ほどの売買契約だったら売り主は買い主に金払え、買い主は売り主にパンよこせってお互いに請求し合うことになるので、まあ、契約が成立するとお互いに債権が発生するであとはもう一個ちょっと触れておくと契約って何かというとパンだったら所有権が移るんですよ契約が成立するともともとはパン屋さんのパンだったんだけれども契約が合致することによってそのパンの所有権が移るみたいな、まあ、そういう,ような形で実際に契約が成立するというのはそういう大きな意味を持つわけ。 でまあ、言ってみれば、まあ、言ってみれば A さんと、まあ、こういう形ですね、えー、売り主と買い主との間でパンを売る、パンを買うみたいな形で合致をするで、別にこれね、あの売り主、買い主じゃなくても全然いいです、お金を借りる数でもよくね、えー、例えば、金をあげます。お、えー、お金金ををあげますあお金を 貸しますお金を借りますでもいいと思うんですよね、えー、何らかの形で対立する意思表示があって、でその意思表示がばちんとぶつかることによって契約が成立します、で契約が成立するとどうなるかというと、その効果として、えー、この契約というのは、債権、まあ、人に対する請求権と言われています。 例えば A から B に対しては代金支払いと、B から A に対してはパン引き渡せと、まあ、いう感じになりますこっちが売り主で、まあ、こっちが飼い主ということであれば、この契約が成立することによって債権が発生するわけです。 ですね、であとは、えー、債権が発生するだけではなくてこれは詳しくはまた、ね、民法の学習が進,、ねえー、進んでいくことになりますが、まあ、物件、えー、物に対する支配権も移転しますですから契約が成立するとお互いに債権、債務を持ち合うわけですね。 まあ、A から B については代金を支払いなさい、B から A に対してはパンを引き渡しなさいという請求権が発生するのとともに、えー、物件の移転原因でもあるんですよ、つまりパンの所有権が、所有権でごめんなさい。 パンの所有権が、まあ、パンに所有権ってあるのかって話だけど契約が成立することによって B に所有権が移転すると、まあ、このような形を取るわけですで一応民法自体はも,う本当に、ね、もっと言うとすごく細かい話になるんだけど、まあ、学習するにあたっては今ここでやったイメージというのがあれば大丈夫です で今日、勉強するのは何かというとじゃあ民法というのは、まあ、繰り返しになっちゃうけれども、ねえー、とこのような実際に、まあ、契約をはじめとするさまざまな私たちが日常生活を送っていく中のルールというものが定められていてでその基本ルールとちょっとずれちゃったときにどうなるかという規律が書かれていてでそ,れでまあそれに従ってだいたい人と人との間でのだいいた紛争というのがこう解決されていくと、まあ、いうことになりますがその中で。じゃあ ここれのこととかなないい始まんないですよねその意思表示というものがそもそもきちっと分かっていないとそもそも契約というものがどういうものかというのが、ねえー、ピンとこないと思うので今日の第1回の講義というのはその意思表示というものを扱っていくことになります <laughs> でセブンサミットだと、ねえー、最初の方を結構すっ飛ばして、えーまあ、重要なところから入っていくので、まあ、重要というか取っ組みやすいところから入っていくので、まあ、セブンサミットとかだと <laughs>。 ね、107ページ以降の内容になりますが、まあ、講義の中では、まあ、とりあえずはあの必要に応じて、まあ、使うという感じになりますじゃあ、早速ですけれども、ちょっと講義メモの方、えー、でちょっで、せっかくですからやっていきましょう、じゃあ、じゃあ意思表示ってそもそも何かということですね、じゃあ、えー、とレジュメの1ページの方に一応書かれています <laughs> えと、ポイントはですね、あのこの前提として、意思表示が合致すると契約になるよっていう、まずイメージを持ちましょうねで、その上で、じゃあ、意思表示は何かというと、ポイントはこれです。 一定の法律効果に向けられた意思の外部への表明、えー、というふうふに言われていますつまり何か法的な効果が欲しいというのが意思表示です、えー、なので、まあ、とにかく法律をじめにやると、ね、一番最初困っちゃうのがやっぱり聞き慣れない言葉とか、ね、あの定義と呼ばれるものが結構大切になるのでそこはあの一個一個、ね、押さえておきましょうまず、この意思表示ってそもそも定義としては法律効果に向けられなきゃいけません。なので まあ、簡単に言うと、まあ、お腹空いたなではダメなわけですね、まあ、お腹空いたなとか眠いなとかね、えー、例えばそういうふうな、えー、単なる法律効果とは全く無関係に考えていることというのは意思表示にはならないんですよね、えーまあ、例えばパンが欲しい、さっきのようにパンが欲しい、お金を払って欲しい、えーまあ、などで,ですね、えー、そういうふうな形で何らかの法律効果を発すること、そしてもう一つはそれを外に出すことが必要になる、えー、外に出すことが必要になります。そうすると えー、頭の中でパンが食べたいなと思っていたときにじゃあパンをパン欲しいなと思ったときにそれを頭の中で法律行為下に向けられてそのパンをくださいって外に表明することこれが意思表示ということになりますで、えー、シンプルだなと思うかもしれんけれども実は結構細かくてですねあの私たちがパンをくださいっていう風にパン屋さん行って思うってしゃべるでしょでこれって実はすごく細かく言うと4つに分かれてるんですよでこれは あの動機があって、内心的公開意志表示意思、共事行為というのを言っているけど、こういうふうに4つに実は分解できます、実は非常に重要なもので、パン屋さんに行って、パンが食べたいと思うでしょ、まず一番最初、私たちは思うのは、パンを買おうって思ってないんですよ。パン屋さんに行って 美味しそううだなって思うんですよまず最初ね。普通はね。まあ言って何も考えずにいけないパン,パン買おうから始まることはなくて、まあ、これ食べたいなと思ったりするわけまあまあ、何でもいいや車とかでもそうですよね、えー、その車欲しいなっていう,ふうにまず思うことがスタートなわけですでまず最初に動機があってでそしたらその動機に基づいてこの内心的効果意志というのはこのまさに法律効果に向けられているということになりますが例えばもうパンでいいね。 というふうに心の中で思うわけですよ。<laughs> いいね、えー。パンを買おうっていうふうに思うわけ。で、そしてどうするかというと、その時にそ、そしたらパンを買いたいなって心の中で思ったら、それを店員に言おうと思うよね。つまりこのの表示意思っていうのは 心の中で、定員に伝えようと思うけどそれを。そして表示、その後に結果的に <laughs> 言葉として。という形で、<laughs> 外部に表明されるということになります。なので、意思表示って、実はなかなかあの複雑なもので。 まあ動機はシンプルでおいしそうだよね。えー、動機はシンプルでおいしそうと思って、おいしそうだと思うから、その人はパンを買おうって心の中で思う。で心の中で思ってから、それを店員に伝えようって思って、そしてパンをくださいというふうに言うわけです。で、ででこれが意思表示になるわけです。これで意思表示が一応完成するわけです。 意思表示が完成すするってことこになります <laughs> ではあ、これならいけかっかという感じですけれども、そうするとここでこの意味が出てくるでしょ、あくまでもこの一定の法律行為に向けられたというのは、要するに内部的な公開し、内心的な公開しを持っていてで、それが外に出たということね、えー、内心的公開紙があって、これが外に出たというのが、この意思表示ということになる。で特にに問題になるのはこれが すわっとなれば全然問題ないんだけどこれと失礼ししまたこれとこれがずれることが問題になるわけですねパンを買おうって思ってるんだけれどもさっき言ったのはパンをくださいっていうふうに言ってないケースなどが結構例として挙げられるんですが例えば心の中でパンを買おうと思ってるんだけれども間違ってケーキくださいって言っちゃったりとかもしくは パンくださいって言ってるんだけれども本当は欲しくないこともあるわけ店員さんバカにするためにねうん店員さんも客いなくてなんか暇そうだからちょっとバカにしてやろうと思って全くパンなんか買うつもりなくてね、えー、そのままバッくれるつもりなんだけど、まあ、おふざけでパンくださいって言ってる場合には内心的公開意思はないけれども、えー、表示をしちゃってるなんていう場合があるわけでその時にどういうふうに処理するかというのがこの意思表示でまず最初に学習する内容ってことになりますだからまあルールを知っちゃうと結構シンプル ですで少し条文で、ね、あの民法では、ね、あのルールが決められていまして大きく分けると民法ではこういうい意思表示の過程が正常だったらいいんだけれども正常じゃなかったものというのはあのいくつか、えー、規定があります、ちょっと民法、ね、せっかくですから条文、えー、引いていきますが <laughs> えと民法の93条という規定があるんですね、まず最初に。でちなみににこれ民法のの条文の引くにあたってはあの 特に、条文を、番号を覚えたりとか、一番最初のね法律の勉強だからあの言っておくと、もう番号を覚えたりとか、条文の文言を覚えたりすることは一切いらないです。あの要は、その書かれているものを、特に論文とかを書く場合には、もう6本ありますから、6本はもう実際にあの論文式では使っていいことが通常です。えー、まあ例えば、学部のね定期試験とかだとね、6本持ち込む負荷とかあるけれども、通常の論文式試験だと、6本持ち込んでいいんです。 6歩引いていいので、まあ、実際にここにこういうこと書いてあるなということが分かっていれば全然大丈夫なので、えーまあ、実際に、ね、初めて法律勉強すると、ね、この民法を全部頭の中に覚えなきゃいけないかみたいな、ねえー、そういうイメージが最初法律の最初ってあるんですが全くそんなことないですでむしろやっていく中で自動的に頭に入ってきますあのたくさん使う条文とかはもう何,何回も何回もやるのでどちらかというと暗記しようと思わずに困ったら引くというイメージ。 であ早速ですけど、1個93条っていうのを、ね、見ていくと、えー、心理留保というのが書いてあると思うんですね、えー、この心理留保というのはどういうふうな、えー、条文かというと、えー、意思表示は、初、まあ、めは、ねえー、条文の読み方もやっていきますが、えー、意思表示は、表依者がその真意でないことを知っていたときでも、そのためにその効力を妨げられないと、えー、書いてあります。 これは何について規定されているかというと、こちらですね、評議者が真意でないことを知ってしたときって書いてありますね、でえー、と全体構造編で講義でやっ,たとやったことなんだけれども、条文というのは基本的に要件と効果という2つの要素でできています。 つまりこうなったらこうというふうに大体の場合、要件というのはこういうふうなものが揃ったらこういう効果が生じますよみたいな形で分割して解釈できるんですね。だのこの例えば93条もこれを読むと、表意者が真意でないことを知ってしたときであってもここまで要件です、つまりしゃべる人が真意でないってわかるそのつもりがないということです。 そのつもりがないことを分かって表現したときであってもそのために効力を妨げられないつまり、こっちが効果ですつまり、砕いていっちゃうとその気もないのに売ってくださいとかその気もないのに買ってくださいというのを分かってやっている場合にはその場合の効果は効力は妨げられないつまり有効とされるということです。 でちなみにこれは心理流法っと言われていて一応、この、ね、条文にも心理療法って書いてありますがこれ、ね、漢字がちょっと分かりにくいんだけどね「ねこの理ってねあの後ろって意味なんですよあの裏表裏の裏のことをこの,この漢字を昔使っていてでこの心理留法というのはこの漢字の読むごとくこれ心理って読むんだけどね <laughs> 心の裏に何か持ってるって意味。 かる心の裏に何か持っていることを心理留っと言ってでこの心理留っというのは、まあ、言ってみれば声はそのままで分かっていて違うことをするというケースです、えー、分かっていて、えー、するケースつまりどういうことかというと例えばパンを買うつもりがないとします、えーまあ、例えば A さんが A さんはもう内心的にはパンを買うつもりもないんだけれども、えー、パンくださいって言っちゃったでこの時、この意思表示というのは有効かという話なんです で基本的には有効なんですね、で理由もで、ちなみに条文とか法律の勉強の結構、コツがあってあの、覚えることっていうのは、実はね、あるっちゃあるんだけど、あの頭の中で理由付け立てておけば、大体、そらそうだろって感じであの、どんどん知識入ってきます、例えばこれとか、これをね、心理流保っていうのが、まあ、要するに、買うつもりもないのに買いましって言っちゃったら、えー、これ、どうなりますか、これは有効ですっていうことだけど、まあ、覚える必要ないじゃん。 自業自得じゃん、こんなもん、ね、心の中で、ね、そんなつもりないのさ例えば,例えば、ね、パン屋さん行ってパン屋さんバカにするつもりでこのパン100円でくださいって言ったらそりゃ100円で買うしかないでしょ、えー、そんな思ってませんでしたので通じないじゃないでこれはどうしてかっていうの理由は民法っていうのは人と人との関係でしょ、えー確,かにえー、確かに A さんからすれば買うつもりもないのに買わ,買わされることになりますわね。 じゃあ A さんからすれば気の毒だけれども考えたら相手がいる話なんですよ意思表示ってでこれ、結局どういうふうに処理すべきなのかはその喋った人を保護するのかそれとも相手方を保護するのかっていうその比較なんですよつまりこの場合だったら A さんが例えば飼、ね、い主にしましょうかこちは、ね、A さんが飼い主で B さんが売り主で,でこの人パン持ってるとで買うつもりもないのにパンください、まあ、イメージはそんな感じ A さんが買うつもりもないのにパンください売り主はその気になっちゃってよっしゃ分かったって言ったとするじゃんでこの時に例えば A を保護する A がかわいそうだということであればこの契約は成立させるべきじゃないよねこの A の内心は違うわけだから A の内心が違うわけだからその人の A のことを保護するつもりであるならば契約は成立させるべきではないよねただその一方で相手方の B をね、えー、保護する 相手方の B のその信頼を保護するんだったら A の言ったことを基準にすべきだよね契約すべきだでそしたらこれってどっちを保護すべきだって考えたら結局落ち度があるの A じゃん分かってやってんだからいいよね、えー、も,ううるもうそんなつもりもね言ってんだからそれは当然のことく A と B だったら当然この2人のうち B を保護すべきでしょだから契約は有効とすべきっていうふうに考えていくわけですでそううすると、ね、条文っていうのは あの民法とかもそうだけど法律というのは全部理由がついてるからでそうすると一応本文はこういうふうに書いたって有効なわけですよねでその上でじゃあちょっと正しっき見てみましょうか、えー、その後にでも原則はこれなんだけれども93条続きがあります正 <coughs>、えー、しっていうのがありません、はい、<coughs> ただしでこれは全体構造で触れたけれども条文で ただしって書いてあるときは、この前に書いてあるところは本文、後ろをただし書きって言いますね。えー、ですから、この93条の心理流法っていうのは、表意者が、まあ、要するに、その気じゃないことを分かってやってる場合には有効だよっていうのが、これが本文って言われてて、93条1項本文。で、これで有効が原則。で、ただしって書いてあるときは、例外が書いてある。っていうことですね。じゃあ、ただし書き見てみよう。相手方が、そのことを知ってた場合。 または知ることができたときはその意思表示は無効とするってなってるわけですね <laughs> じゃあこれどういうことかっていうと原則としては心理療法は有効なのねだけど相手方がちなみに知っていることを悪意っていいますね、えー、こちらもあの民法の学習の中では出てきますが、えー、知っていることを悪意と言いますで、えー、とちなみにですけれどもこの後に知ることができたときっていうのはその気になるか知れたときえー まあ相手方が結局この人がうまあその気がないとその気のないことを知っていたりとかまあ普通に考えたらわかるでしょうとえいうのがこの有価質と言われているんですがさっきの知ることができたというのがこれですえ知ることができたつまりちょっと気にすればこいつ嘘ついてるなってわかるときねい。い えとまあ、わ分からないけどこのパン100円でくださいみたいにすげえにやにやしながら言ってきたとかねさすがにこいつ嘘ついてるなみたいな、えー、ようなのがすぐ分かる、まあ、そういった時にかっ要するに知ることができるときを有価質って言うんだけれども、まあ、相手方が悪意有価質だった場合には、えー、この場合には無効となるとされているとと原則と例外なんですよ。 えと原則と例外の関係に至っています <laughs> つまり、例えばこの人が、まあ、今、悪意有化して,て書きましたけれども、えー、仮にこの人が心理融法で買うつもりはないのを買うというふうに言っている場合原則として有効なんですよ。 いいね、A さんが、まあ、要するにそのつもりもないのに言ってたとしても有効なんだけれどもこれ何のために有効にするんでしたっけ有効にする理由は相手方を保護するためでしょつまり相手方が信じたんだったらその信頼を保護するために契約を有効すべきだ意思表示を有効すべきだってことなんだからこれ相手方がさこいつ嘘ついてるのを知ってるんだったら B 保護の必要性ないじゃんならば 結局のところ、えー、93条1項正し書きで、まあ、有効とすべきですというふうにまあ考えるわけですねでちなみにこれがまず心理留保というもので原則をまずしっかり押さえておいてください、えー、原則としてはさっきも言った通り本当のことではない、まあ、う嘘だって分かってした場合でもやっぱり有効にします有効にします これ相手方のためですただし、相手方が分かっているんだったら、まあ、分かっているか、または知ることができたんだったら相手方をほぐする必要ないじゃんだったらやっぱ無効にすべきなんじゃないかと、まあ、いう,ふうな形で民法で規定されているということになりますで今日はちょっとねこれともう一つあの最初にやっちゃいます、えっと、よく出てくるもので心理留保ともう一個こちらですあの通報虚偽表示えというものです <laughs> ちょっと94条という条文が、ね、書いてあるんですが94条でこういう規定があります相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするという条文があるんですねこれも初めて聞く言葉だと思うんですがよく見ると相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とすると、まあ、いう感じですかねちょっと条文を移しますけれども、まあ、こんな感じですわ 虚偽表示って書いてあるけれども、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とするという条文で、要件はここまでですね、相手方と通じてした虚偽の意思表示っていうのが要件で、効果は無効ってことですね、効果は無効ということになります。具体的にどういう状況かって考えてみましょうか、具体的に相手方と通じてした虚偽の意思表示っていうのは、あまり考えにくいかもしれないけど、あまり考えにくいかもしれないけれども、 A さんと B さんがいるでしょでこの人がこれなんかパソコンとかにしましょうパソコン持ってますでパソコン持っていてこれ書って所有権ね所有者 A がパソコンの所有者で A さんと B さんとの間でお互いに A はあげるつもりもないのにあげます B さんはもらうつもりないのにくださいっていうふうにお互いにまあ通じてしたっていうのはお互いにそうやってえ話を要するに示し合わせて嘘の意思表示をすると。 まあこれまあ売買の方が分かりやすいかな A は売るつもりないの買うって聞いて B が、俺買いますっていう風にお互いに嘘をつき合うというのが通報虚偽表示ってやつですでこの時パソコンをこう引き渡したという場合ですえともう一度え条文で要件確認するとえ民法はとにかく要件をしっかり押さえてほしいのが3つありましたね相手方と通じてすることですこれを通報と言いますお互いに買いませんお互いあ,あ、ごめんなさい お互いに売買契約を結ぶつもりがないいお互いに売買するつもりはないのに片方が売りますもう片方が買いますっていうふうにお互いにそれを通じて嘘の意思表示をすることこの3つの要素ねでこれが通報虚偽表示ってやつなんですよもう一度言いますけれども A さんと B さんがお互い買うつもりも売るつもりもないのにお互いに示し合わせて売ったことにしよう買ったことにしようって言って意思表示をお互いした このとき効果はどうなるかというとさっきの条文あったね、えー、無効になりますと、えー、どうして無効でしょう有効にする意味全くないですよねだってお互いにさこ,こんなことしてさ、えー、買う気も売る気もないんだから、えー、これは94条1項で無効になりますということは無効になるということはこのパソコン誰のものでしょうかこのパソコンは A のものってことですまだ。 要するに売ります買いますというのを一見すると契約が成立したように見えるけれどもお互い意思ががっでもこれは無効なんでしょ意思用事はということは無効ということはこれ契約成立してないですよねでさっきちょっと触れたけど契約が成立しないと物件は動かないからね,いやね契約っていうのはどんな効果が生じるかというと契約が成立すると債権が発生して物件が動くんでしょ ということはこれが例えば通貿域虚偽表示ということであれば意思の合致がありませんというか無効ですから契約は成立していませんのでそうすると所有権の移転もないのでこれは確かにパソコンは B の手元にあるよパソコンは B の手元にあるんだけれどもえ所有者は A のままということになりますでは実はこれ全体構造の復習えなんだけどえではねじゃあこれ無効になるのはいいとしますただ この後にちょっと話が続くんだけど、えーとね、もし仮にこの後に C さんが出てきたらどうでしょう、えー、C さんが出てきてなんかなんかこう丸書いてるけど一応これパソコンだと思って、ね、C さんが B さんパソコン持ってるの見つけたおなんかいいパソコンあるじゃないかとでいいパソコンあるじゃないかと思って C さんがそれくださいと、えー、このパソコンをくださいって言ってでそのまま C さんが、えー、このパソコンを売ってしまった。 という場合ですでこの時に C さんとしてみればこのパソコンは私のもんだって話ですよね、えー、このパソコンは私のもんだって話なんだけれどもただ、この人パソコンを手に入れられます原則パソコンを手に入れられるかというと無理なんですよなぜかというとこの A と B との間が通報虚偽表示でしょ通報虚偽表示で無効ということはこのパソコンの所有者は A さんなんですよ。 ということは C は B から買ったとしても所有,者所有者じゃないから B は所有者じゃないから C は所有権を得られないことになっちゃうんですよ原則としてねだけどそれっておかしくないって思わない、えー、どうしてかっていうと C はこの B がパソコンを買ったパごめんなさい B がパソコンを持っているのを見て B のものだと思って買ったわけでしょなのにここが通報共有表示だからあなたはパソコンを手に入れられませんよって言ったらそれはそれでなんかバランス悪いよね なので民法は94条では2項という規定があるんです。えー、民法では94条という規定があるんですよ。えー、ちょっと見てみましょう。えーとね、条文をしっかり読む意味ではあの最初ね、ね特に第1回の講義では結構条文を、ね、丁寧に読んできますので、ちょっと見てみましょうか、えー、と94条2項、全、えーね、項の規定による意思表示の無効はということで、この94条1項の、ねえー、通報虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないって書いてあるんですね。 でこの善意の第三者に対抗することができない、えー、という規定があってで今日は初めて、ねえー、民法の学習する方は聞いたことない言葉ばっかりという、えー、ところはあると思うんですがまず善意というのはなんかさっきちょろっと言ったかな悪意知っていることが悪意で善意というのは逆です、えー、そのことを知らないことについてが善意と言いますで今回はその通報虚偽表示について知らないということですだから例えば C さんがこんな事情知らんよと。 こんな事情知らねえといとう場合です A と B との間で通報虚偽表示をやっているその事情を C が知らない場合にはこの人が C は善意であるといいますでかつです、ね、この第三者というのは、まあ、このあとちゃんとがっつり学習しますけれども例えばこの AB 間の取引の後に新たに入ってきたよね。 この AB 間で通報虚偽表示をやってでこの通報虚偽表示の後に新たにポンという,ふうに外から入ってきたでこのようなものが一般的に、まあ、当事者以外のものもですね、えー、当事者以外で新たに入ってきた人でもうちょっと定義は細かいんだけどね、えー、このだとやるけれどもこの A とか B とかというこの通報虚偽表示の当事者以外のもので新たに独立して 新たに独立して法律上の利害関係に入ったものみたいなのが第三者というんですがまさにこうやって新しくこれを買い受けた人は全員の第三者になります。で、条文を見るとさ対抗することができないと書いてあるでこの対抗することができないという言葉はせっかくでのレジュメにも書いてあるかな <laughs> こちら、下にありますねこれは法律上の言葉遣いなんですが権利とか法的地位を主張することができないという意味です。 どういうことかというとね、<laughs> まあ対抗するというと日常的にさなんか戦うイメージとかあるでしょ、だけど全くそういう意味じゃないの、法律で対抗するというのは自分の法的地位とか自分の権利が主張できないことを対抗できないと言います、だから対抗するといった場合には、例えば所有者が私が所有者ですって主張することとかね。 例えば、この契約は無効ですって主張すること、つまり自分の権利とか法的な地位を主張することを対抗というので、この対抗することができないというのは、要するに自分の権利が言えなくなるということなんです。そうすると、この条文をちょっと読むと、はい、94条2項は、善意の第三者に対抗することができないって言ってるよね。とすると、どうなるかというと、<laughs> 言い換えれば、 A は C に無効主張できないということなんですよ、えー、つまりこの C が Z の第三者 Z、えー、の第三者に対して第三者に対して無効主張できないということになります、えー、だから例えばこの人が C さんが現れた場合にはこの C さんは えー、税のでます,すると A はこの無効というものを C に言えないんですよ。ということはどうですか、その結果、A はこれが無効ですよって言えないってことは結果的には C に対して無効主張できないということは C が結局権利を取得するってことなんですよ。つまり、でこのように。えー 民法ではルールー付けされていいるととうことになりますでするとです、ね、ここのところは、ねえーえー、と民法のルールとして、えー、しっかり、えー、これ今日やっていくことになるんだけれどもあのどうしてこういう規定があるかというとあのこの94条2項の善意の第三者に対抗できないというのは要はこれ A と B はさあの勝手にこういう無効な通報共有をやっているでしょ、でそこにさ C は何も知らず入ってきたわけだよ。 何も知らずに入ってきたときに、このときにさ権利と権利ぶつかっているのは誰と誰 ?A と C だよね。要は A は、要するにもともと売るつもりねえんだもん、売るつもりがなくて俺のもんだよ、もともとと、こんなの嘘でしたって話でしょで、C はどうかっていうと、B から買ったんだから俺のもんだって言ってるわけですよ、そうするとどっちが所有者なのかっていうことについては、A と, B と,のあ A と C との利害対立があるわけ、でこのときに、どっち守りたいですかって話。 これさ A はさこういうい虚偽のさ意思表示わざわざしてるでしょでそういうのはある意味 A には落ち度があるわけですよで A には落ち度があるよねでそれに対して C はどうですか C は何も知らずに県に入ったんでしょこの人落ち度ないよねとすればどっちを保護すべきかってことなのつまり A というのはちなみに一般的に落ち度のことを奇跡性って言うんですね A には奇跡性が高いわけです でそれに対して C っていうのは <laughs> 虚偽の,、えー、虚偽の外観を信頼したわけですよね、えー、つまり B さんが所有者であるかのような外見を持ってるわけですよね、えー、B さんがパソコンの所有者であるかのような外見を持って,てそれで信じて入ったわけだよそしたらさ やっぱりこれ C を保護する必要性高いよね。保護の必要性ありますよね。とすれば、やっぱりどっちを保護するかといったらやっぱり C を保護すべきだっいううに働くわけよで。この94条2項というのは、まあ、そういう目的で作られている、えー、条文だと思ってください。えー、つまり、えー、ば本来は94条2項の,このあれです、ね、通報虚偽表示というのは本来は無効なんです。わ。 通報虚偽表示では本来は無効なんだけれどもそれは何で無効なのかといったら A と B お互いそのつもりがないからその人の心の中尊重すべきじゃんだけれども無効なんだけどじゃあここに新たな第三者が入ってきたらやっぱりこれ C を保護する必要が出てくる、まあ、この A を犠牲にしてねならば全員の第三者が出てきた場合には A はその無効というもの本来は無効なんだけど例外的に C に主張できないじゃあ無効って主張できないということは自分が所有者だって言えないんです A は。 自分が所有者だってことを C に言えないわけだからその結果的に反射的に C がこの所有者になると、まあ、いうような形になる。で,で一応これがね94条2項のルールなんだけれどもただこれ見たときにこんなこと何でやるんだろうってう、ね。わざわざね売るつもりもない買うつもりないのにこんなふうにわざわざなんか売買をね仮装するってことがそもそもあるのかって話なんだけどあの一応ねあのよく出てくるから言うと。 A が、ね、借金とかをたくさんしているきにあの差し押さえられちゃうのが嫌であの一応、B に財産を動かしたことがあるのよだから自分の手元に財産を置いておくとあの要するに借金の方に取られちゃうからだから私がこのパソコンの所有者なんだけどちょっとりあえず買ったことにしてくれってお互いに示し合わせて B にパソコンをこう、ね、売ったことにしちゃうと。 で、そういうことをするためにこういうことをやるので、その時は一応、通報虚偽表示は無効だよってことになるわけですね。で、まあ、ただ、第三者がやられた場合には、これは、あの、有効となってしまうということです。で、なおですけど、この94条こうめちゃくちゃ重要なので、少しレジュメを使って、えっ、ー、と、もう一回ちょっと説明します。えー、まず、通報虚偽表示。原則としては、相手方としてきた虚偽の意思表示は無効になります。ですので、こいつと A と B との間で、 まあお互いに通じてした虚偽の意思表示がある場合には94条1項で無効になるんだけれどもただし善意の第三者がこう現れた場合にはこの人は善意の第三者が現れた場合にはこの C が保護されるというこういうことですね無効の場合には善意の第三者が対抗することができないということですでこの善意第三者 それから対抗できないという言葉は今ここに定義が書いてありますのでしっかり押さえておいてください善意というのは知らないことです、えーまあ、知らないことが善意ということですねでちょっと細かいところはまだやらなくていいので一応全体像をつかむよ、ねえー、それが善意で第三者というのは何かというと一応定義があります。 で余力があったら頭に入れておいてくださいあの虚偽表示の当事者およびこの包括証継人という言葉は初めて聞いた人が多いと思うんですが例えば相続人だとかそういう人ですあの当事者の相続人がみたいに当事者と同じような立場に立つ人のことを包括証継人というふうふに言いますで、えー、この虚偽表示の当事者や包括証継人以外のものであって、えー、虚偽表示に基づいて新たに当事者から独立した利益を有する法律関係に入ったために 虚偽表示の無効有効につき法律上の利害関係を有するに至ったものというのが第三者の一応ね定義になるんだけどこれ全部覚えるの無理だよね,ね無理だよねなのでしっかり覚えてほしいのはこの要素は新たに独立して法律上の利害関係を持つに至ったものです、まあ、一応ね定,義定義というかね <laughs> 例えば復習するときに善意の,の第三者というのが94条2項にあるけど第三者って何って言われたら新たな独立した法律上の利害関係人というふうに、えーまあ、覚えておけばいいですだから例えばこの C なんかは買い受けてるでしょこの虚偽表示の後に入ってきてるじゃんいいよね虚偽表示の後に入ってきてるから新たなそして AB とは独立してるよね 新たに独立してそして、買ってますから自分が所有者だって主張する立場だから法律上の利害関係人というわけするとこの C は第三者に当たりますということだからまあ例としては買い受け人です例としてはその目的物の買い受け人 ななどが典型的な例ということになりますでこのように新た,な独立新たな独立の法律の利害関係を有するに至ったものが第三者で,で対抗することができないというのは権利や法律関係を主張することができないということですから第三者に対し無効主張ができないということです無効主張することができないということになりますするとこれどういうことかっていうと砕いていえば A は C に 対して私が所有者だって言えなくなっちゃうんです。つまり、無効主張できないということだから。えー、さっきの嘘でしたみたいなこと言えないわけだから、本当は私が所有者なんですってことは言えなくなる。ただ結果的に、C、が 結果的に C が所有権を取得するということになります, <laughs> いいですか、ね、まず、少し、ね、あの今日の前半でこの意思表示のパターン4つやってしまいます、えー、まず1つはこれなんですね、えー、1つは心理留保と、えー、それから2つ目が通報共有表示でなおですけどこの94条2項というルールは、えー、ぜひ押さえておいてほしいところであのどうしてこういうのがあるかというと権利外観法理、えー、というふうふに言われています。 あのどうしてこの九十四条二項で善意の第三を保護するかというと、えー、っとですね、すまっ,ってくださいね、こちらかな。例えばこれ本人ですね。まあ奇跡性まあ A に落ち度があるわけですよ、えー。自ら虚偽の外観を作ったというね、えー、自ら虚偽の外観を作ったという C には落ち度があり、えー、そして。 ちなみにこれはね、今日覚えて帰ったがいいやつです。あのどうして九十四条二項みたいなものがあるかというと、えー、まあも、えーまあ、本人に帰責性がある。で、そして B が所有者であるかのような虚偽の外観がある。そして第三者が信頼第三者、えー、第三者がそれを信じた。 でこのような状況だったら A と C どっちを保護しますかって言ったらやっぱり A を嘘だよ <laughs> C を保護すべきでしょだから、この時には C の、えー、この C の信頼通りの権利を認めるべきという考え方が権利外観法理と言われています。 いいですかね、えー、ちなみに今日チェックシートとかでも多分チェックシート一番最初それなんですよもあとでは見とくといいけど、まあ、虚偽の外観が存在していてこの外観を作ることに対して本人に奇跡性があってで第三者が信頼したのであれば、えー、C の信頼通りの権利を認めるべきだという考え方ですでちなみにこれなぜこの信頼を認めるべきかというとこれ取引の安全なんですよねこれもしこういうのでさ C が権利取れなかったら誰も物を買わないよいいよね だって簡単に言うとこれ,さこれが認められないと言ったらなんか A が嘘でしたって言ったらもう C は何も手に入らないわけですよねで。それやったら誰も物を買わないですよ、人から。なのでこれは取引の安全の検知から認められている取引の安全の検知からこのように認められていてでこの権利外観法律というのは民法に限らず。 司法ですね、えー。民法に限らず、あの司法の中ではものすごいたくさん出てきます。ごめんちょっと見づらかったかこうですね、えー。ものすごいたくさん出てくるので、これから民法を学習するでしょ。で民法を学習していく中で、これ権利外観法理だよって終わるようなも結構多い条文やっていくと、うん。これ権利外観法理だからねってサクッと終わっちゃうようなものも多いので、まずはこの権利外観法理民法の一回目の講義では、あのこの九十四条二項をベースとして。 あのどうしてこういうふうな規定があるのかという、ね、趣旨をまずしっかりと、えー、理解をしておいてくださいでなおですけれども <laughs> 93条2項というのもあるんですよあのさっきさ心理療法あったでしょ、えー、心理療法あったでしょお例えば93条2項でどんな規定かというと要は A が、まあ、心理療法している買うつもりがない B がこれ悪意だったとします あごめんなさいこう、ね、B が悪意だったとしますそうするとこれどう扱われる93条1項で A は売るつもりがないのに売りますって言ってるででこれは示し合わせないね心理療法の場合には A が結局 B の, B のことをバカにして売るつもりがないのに売るよとか言ってるわけこの車100万円で売ってやるよとか言ってるわけですでこれは原則有効だよねで B がこれ悪意だったらどうですあ,あこいつは な売るつもりねえなとでも売るつもりないけど分かったみたいに言ってるとするとこれってのは93条は1項正し書きで無効になるよねで,でこの状況ってちなみに何と同じかっていうと通報虚偽表示と同じじゃない言ってみれば要するにさ94条2項みたいに明示的な通報はないよ明示的な通報はないけれども片方が嘘ついてもう片方分かってんだよ いいよね片方が嘘ついてもう片方分かってんだったらそれって通報虚偽表示と状況同じじゃん。ということはここに第三者が出てきたらどうするってことここに善意の第三者が出てきたらやっぱり94条2項と同じように有効とすべきじゃないということですつまりこの善意の第三者に対抗できないっていうのは結局はこの,この状況っていうのがこうですね、えー、93条1 一個正しがきですね <laughs> A が嘘ついて B がそれ分かっているという状況であればそれっいうのはお互いに通報して虚偽の意思表示をしていると同じということだからここはまあ一応無効になるんだよね無効になるんだけれどもただ、善意の第三者が現れたと善意の第三者が現れた場合には A は C に対して無効主張ができないから結果的に C が保護されるという、まあ、そういうような条文上の立てつけになっています。 でここまでが心理留保と通報虚偽表示ってやつで,で特に、えー、今日の、ね、学習の中ではちょっと進めていくけどね、えー、とレジュメでいうと2ページにちょっと、えー、書いてあるんだけどもいろんなこと多分今日知ることになりますので <laughs>、はいえーとねまあ、必要なものだけやっていきます。 えーっとですね。あ,あ、ごめんなさい。ごめんなさい。すみません。2ページはちょっと後でやるやつ。次にちょっとね、せっかくだから、意思表示前半で、あとね、錯誤っていうのもちょっと勉強します。え、これ、錯誤というのは、えーっとね、95条にあるんですが、まず最初に、あの、説明をします。あの、錯誤っていうのは、その人が思ってることと喋ってることが違う場合。まあ、言ってみれば、この錯誤というのは勘違いなんですね。この人の心の中では、 A って思ってるんだけど B って言っちゃってる状態でこれが錯誤 <laughs> になりますで仮にですねあこれも A, A よりはこういう感じにしましょうか、まあ、こういうふうな状態で、えー、行うのが錯誤ということになりますでこの錯誤というのは、えー、ちょっと私の中でちょっとあの説明をすると えっとね、こっちに書きましょうかちょっと書きやすくしておくと,んと何しようかなさっき A って書いてあるけどごめんねこれアルファにします同じことだけどなぜかっていうとこの人 A さんにしたかったんで A さんが B さんに対してこう意思表示をするとででこういうふうに、まあ、実際頭の中ではこれ何しようか、えー、いいかこれケーキ ケーキ食べたいと。だと思ったら、何にしましょうかね。今度逆だね。最初に喋ったりのは逆だけど、えー、ケーキくださいっていうふうに思ってんだけど、えー、パンくださいって言っちゃったと。まあいうのがまあ一般的に錯誤と呼ばれるもので、ちなみにこれってどういうふうに、どうして生じるかっていうと、2つあるんですよ。勘違いと言い間違いなんですよ。えー、どういうことかっていうと、頭の中で、 まあちょっとこれ触れとくとねちょっとこの流れを覚えてるかな、えー、パン買おう、えー、頭の中で思って表示をするってあるでしょでこの時にここが食い違った場合に起こるんですよ、えー、一つ例として言うのはまず一番最初パン屋さん行くじゃんでパン屋さん行ってあ、まあこれ欲しいと思うわけだよこれ欲しいと思ってでこれを買おうって思うんだけれどもあのそもそもパンとケーキを同じだと思ってるケースがあるわけですよ えー、もうそんな人いるのかよって話だけどあのパンのことをケーキだと思ってるやつがいたら頭の中ではあの要するにパン,パンとケーキが一緒になっちゃってるからででその時に,要するにケーキくださいって言っちゃってるわけです、でこれ言ったときには勘違いしちゃってるわけです、えー、パンとケーキ同じものだと思ってるから頭の中ではこういう食べ物が食いたいと思ってるこういうのを食べたいっていうふう思ってるわけですよ、だけどもこれのことをパンだと思ってるからパンくださいって言っちゃってるっていうケース。 でもう1つは言い間違っちゃったケースですもうこれがケーキだって分かってるとこれがケーキだって分かってるんだけれどもしゃべるときにもうケーキって言うつもりが間違ってパンって言っちゃったとっいうケースでそのときにこのズレが生じるんですよなのでちょっと初めに学習するときにはちょっと細かいことをやると大変だと思うんで要するに勘違いと言い間違いで生じるんですいいですね、えー、勘違いと言い間違いで生じるんです で大体、ここについては、あのレジュメにも書いてるんですが、要は表示と内心的公開意思が一致しない場合、これが錯誤なんですね。えー、言ってみれば、表示と内心が一致しない場合で、その一致しないことを本人が知らない場合、えー、一致しないことを本人が知らない場合には、これを錯誤というふうに言います。 でちなみに、錯、え、誤、ー、についてはどういうものがあるかを今日ちゃんと説明すると一つは先ほど言った勘違い、言い間違いになります、えー、ちょっと条文で言うと95条でちょっと書いておくとねちょ,っとちょっと条文もしっかりやりましょう <laughs> はい、えー、95条で意思表示は次に掲げる錯誤に基づくものであって、えー、その錯誤が 法律行為の目的および取引上の社会通念と対して重要なものであるときは取り消すことができるんですね <laughs> まあ言ってみればねあの何でもかんでも取り消せるわけではないですあのちなみにこれって錯誤っていうのは取り消すことができるっていうふうに書かれていますで取り消すことができるって書かれていてだからもし仮に勘違いとか言い間違いがあったときには取り消せるんですシンプルにでただ取り消せるって書いてあるんだけれども気をつけてほしいのは なんかね、社会通念に照らして重要なものであるときなんですよつまり大したことない勘違いは取り消せませんじゃないとあの法律関係すごく不安定になるでしょだからさっきの例でいうとパンとケーキを間違えたは結構重要だったとします要するに売買の目的物違ってるから売買の目的物が違うからさすがに重要なものかなって気がするけど、まあ、大したことない間違いってあるじゃんで大したことない間違いについては取り消せませんでちなみにどういうものが取り消されるかというと1号に書いてある 表示行為に対応する意思を書く作業つまりさっき言うと表示行為がパンくださいだったわけです表示行為がパンくださいでそれに対応する意思がないよね、えー、いいよねだってこれ食べたいっ,つってなんか,かそうもうケーキ食べたいと思ってるからこいつ、えー、ケーキ食べたいと思ってるから表示行為でパンくださいに対応する意思がない、えー、こういう作誤のことがこの表示行為に対応する意思を書く作業って言われるものになりますでこれは <laughs> いいかな、えっ、ー、とね、内容の錯誤と表示上の錯誤っていうふうに言われていて、要はシンプルに考えて。これ言い間違いです、あ、ごめんなさい、勘違い。勘違いや、えー。言い間違い。<laughs> のことをまあ錯誤って言います。で、ちなみにですけれども、錯誤はもう一つ種類ある。少し長いけど。 えっとね、95条の2号でこういうのがあるはず法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤なんかすげえ95条の2号長いけどこれどういうことかっていうと法律行為の基礎とした事情の認識っていうのはこれおいしそうとかそういう話おい、えー、しそうとか、えー、例えばそれ食べたいなとかね、まあ、言ってみればここは動機なんですよ要は。 法律行為の基礎則や事情についてのその認識が真実に反する錯誤の場合ということですねでさっきからあのなんかパンとかそんな話食い物ばかな話になってるからちょっとあの別な例にするね <laughs> 例えばもうちょっとスケールのでかい話をしようとし土地を買いたいこの土地を買いたいって思ったときに、まあ、実際にその土地が欲しいと思ってくださいって言ってるだからさっきみたいな勘違い言い言間違いはないわけ ですねえー、ここにあるこの土地を私は買いたいと思ってこの土地をくださいとうう言った場合には特に勘違いや言い間違いはないだけれどもこういう場合があるのよその人がなんで土地買いたいかと思ったらここは実は将来再開発されると、えー、もうなんか5年以内に再開発されるから土地の値上がりが起こっても2倍3倍ぐらいになるというふうなことを誰かに言われたで誰かに言われてでそれで買うっていうケースがある。 でその時には言い間違いも勘違いもないけどその買う動機が違うよね分かる要するにその基礎事情が違うっていうのはその動機に錯誤がある場合って言われるんですで特にまあよくある例ももう一つ言っとくと絵を買う時に本物だと思ったってやつ、えー、例えば、ね、有名な画廊に行ってで有名な画廊に行ってその目の前にある絵があってもう,なんかもう何でもいいかなんかピカソとか描いた絵があってでこの絵が欲しいと思ったわけ でこの絵が欲しくてこの絵くださいって言えば別に勘違いも言い間違いもないよねこの目の前の絵が欲しいと思って目の前の絵が欲しいからくださいって言ってるから勘違いも言い間違いもないから結局は表示に対応する意思はあるわけ目の前にあるこの絵が欲しいって言ってるわけだからだけどそれは本物だと思ったから買ったんだとでもしこれが偽物だった時に取り消せるかっていう話いい、まあ、よくありそうじゃないですか 何か知らないけどね、えー、絵を買いに行ったら本物だと思って行って買ってみてで、実際買ってみたんだけど、蓋開けたら偽物って鑑定されたら、こんなのうもう嘘じゃんみたいなね、偽物だったら買わなかったわみたいな場合に、えー、取り消せるかどうかっていう話なんですね。で、これもだから民法ってやっぱりルールはしっかり決まってるのよ。ちょっと見ていくとね、ちょっと条文を読みながらやりましょう。で、これが2号ですね。どうやら取り消せそうだ。どうやら取り消せそうだね。えー なんか意思表示は次に掲げる策語に基づくものであって法律行為の目的取引所の社会通念に重要なものであれば取り消せるで1号、2号ってあってこれ取り消しそうだじゃあ取り消せるかと思ったらよく見ると次に2校を見てもらっていい丈夫、まあ、だから、ね、なんかしっかり読む練習が必要だからね全、はい、項第2号に規定による意思表示の取り消しつまり動機の策語です要は。 全条第2号ってことはこの,あの基礎事情が違うだからこの取り消しは法律行為の基礎とされていることが示されている時に限りすることができるってされてますつまりこの条文で分かることは動機の錯誤はその動機がまあ動機っていうかねこの基礎事情この基礎事情が表示されていた時に限りできるわけですつまりどういうことを言ってるかというと絵を買うときに このピカソ本物だよね。だから買いますって言ってるんだったら取り消していい。これ、な,なんでそういう規定になるかというと、相手がわかんないじゃん。本物だと思ったから取り消すよって言われても、お店のオーナーからすれば、えー何、何そ,そんなつもりだと知りませんでしたってことになっちゃうわけですよ。なので、えー、この時の、特にこれね、動機の錯誤っていうものは、要するに相手にちゃんと伝えてればいいということです。だから、まあ、言い換えれば、絵を買うときに、 この絵が本物だと思いましたでこの絵が本物だと思うから私は買いますよというふうにその動機基礎事情が表示されているのであれば取り消すことができるとされていますでそうすると一応、ね、こういうふうに考えられているのつまりまとめるとね錯誤っていうのは要するに言っていることと思っていることが違うとまずはね、えー、というイメージですがまずこれは取り消しですで取り消しって一体何って 今日初めてですもんね、えー、さっき「無効」ってあったじゃん「無効」と「取り消し」てどこが違うかというと「無効」は最初から「無効」ですもう最初から「効力」発生しないですで取り消しっていうのは取り消されるまで有効なんですで取り消して初めて遡ってなかったことになる無効と取り消しも違いね 取り消されるまでで有効なんですでただしだから取り消しするまではずっとあの例えばさっきの、えー、と偽物の絵を買わされた例だと取り消されるまでは代金請求されます。 わかります取り,消して取り消すまでの間、有効になっているからあの取り消されるまでの間、有効と取り扱われますから取り消しの意思表示をしない限りはだめ、えー、です、だ取り消されたら有効になります、なので、それが無効と違うわけです、いいかなえー、で取り消しと無効、ね、一応、違いは、ねそ,のまあ、そこの違いが一番大きいかなというところですかね、で一応、ね、要件としてはこの2つの要件。 要は、重要なもの法律効果の目的や取引上の社会通念に対して重要なものであることとあとはこちら表示されていることという2つになりますでこっちの,あの言ってみれば勘違い言い間違い方ですねえ勘違いとか言い間違いについてはこの1のみで OK です いいですね。勘違いとか言い間違いについてはこの上に書いてあるその目的や取引上の社会通念に照らして重要なものなら OK ですただその一方でこの動機ですね動機に錯誤があった場合には要件1に加えてさっき言った2が必要になりますいいですね2が必要になりますつまり 基礎事情というんだけど、表示ということで、すね重要なだけで足りないと、重要であって、かつそれが相手方に対して言われてるんだったら取り消せるということになる、これはなぜかというと、やっぱり相手方保護です、相手方にとって、やっぱり不足の損害になるよね。 のためですなので相手方の保護ということになりますので、えー、動機の錯誤と呼ばれるもの、まあ、民法改正される前は動機の錯誤と言われていて、まあ、今はちょっとね法律行為の基礎事情の錯誤ってやったら長い名前になっちゃってるんだけど、まあ、一般的には動機の錯誤で、ね、あのイメージ湧くと思うので、えー、この時にはこういうふうな形で、えー、一応取り消せるということになりますで。ちなみにですけれどもあの、はっきりと言わなくてもね、 その態度で分かればいいってされてるこれもちょっと頭に入れておいてくださいあの態度で全然大丈夫だ例えばねその食べ物があその絵が本物だと思ったっていう場合ねその絵が本物だから買いますっていうふうにはっきり言えばいいんだけどそれを言わなくても素振りで分かるときあるよねもう有名な画廊に行っていてそしてその人がもうそのなんか あの美術品のなんかそういうパンフレットみたいなのをすごい持っててで話す時もオーナーとの間で俺はこの前これの本物買ったんだよオークションでこういうの買ったんだよみたいなもう明らかに本物だから買うんだよってオーラを出している時あるよねで相手方がそれして分かるんだったら相手方の保護の必要性はないよね要するに相手方は分かってるんだから。なので、えー はっきりと明示的に表示していなくてもその人の態度や素振りで明らかにもう本物だから買うということが分かる状況であればそれは表示されているとします。いルールだけあと簡単に説明するとじゃあこれって今言ったこの話で、ね、ちょっと図を描くと、ね、A がまあ私でこれ、作語に陥るとグニャグニャって書くんだけど作語に陥っていてまあ B に使用したまずこれ取り消せますといういいよね。 ルールね、えー、これは取り消せますじゃあ、取り消せられるんだけれどもしこの人で何のために取り消せるかというと絵保護するためだよね、これはね、作語,作語で取り消すというのは、えー、と作語で取り消せるというのはやっぱり表依者が気の毒だからです、気の毒だからです、でもしね、この人が勘違いしてたとします、えー、もうピカソの絵を買うと、本物だと思うからピカソの絵を買うというふうに勘違いしていた。 とします原則取り消せるんだけどそれは何で取り消せるかって言ったら取り消せないとするとやっぱ A がかわいそうだからですよねつまり A のために取り消しを認めてるんですよじゃあもし仮にちょっと事実変えますその,その中でじゃあそいつがくださいって言ったピカソの絵がピカソと言ってる絵がもし水墨があったらどうしますもうこのピカソ、ね、くださいっつってもう明らかに水墨画みたいなやつを言ってるこいつ保護する必要ないよね普通に考えたら分かんじゃん とか、まあ、もしくはもうこのピカソの絵くださいって書いたんだけどそこにピカソじゃないなんか別の名前が書いてあるとかねもう明らかに勘違いしている人が A に重過質がある落ち度があるときには取り消す必要なさそうだよねでその場合には錯誤取り消しができなくなります錯誤取り消しできなくなりますでこれはなぜかというとちょっとキャッチボールみたいになるんだけど取り消せるのは A のためでしょ A に要するに落ち度があるんだったら取り消す必要はないわけですなので、えー、錯誤取り消しをすることはできなくなりますじゃあ、錯誤取り消しできないっていうことでまあ、あ、ごめんなさい、こっちに書いてもいいかなつまり、この例ね、この例ね原則取り消し OK です。これは えー、A を保護するため例外では例外は A が重過 <laughs> の重過失っていうのは普通に考えたら気付くような場合です普通に考えたら気付くだろうとえー、なんか、えー、ピカソの絵を買うつもりでなぜか水墨画を買ってきたとか なんかピカソの絵を買うつもりがなんか上にピカソとか書いてるやつ買ってきちゃったとかねもうどう考えたってこんなん違うんだろうみたいな、えー、そういう重過失がある場合にはこれは取り消しできません、えー、どうしてかっていうと、A、を保護すする必要はないからですこのような場合にはごめんなさいむしろ相手保護すべきでしょう いいよね相手方だっている話なんだから、その憑依者本人だから今日の民法の1回目でやったけどさあの、誰と誰を、どっちを重視するかって、私じゃん、錯誤に陥ってんるなら、原則錯誤の人を重視すべきなんだけど、そいつに陥るのがあるんだったら、むしろそいつじゃなくて、相手でしょ、有効にすべきでしょ、で有効にすべきでしょってことだから、B を保護する必要性がある、ただ、これ、もう一個例外があります、この錯誤に陥ってることを B が知ってたらどうですか。 作語に陥ってることだからまあさっきの例で言うとねもうもうピカソの例にするけど水墨画の例で言うとあ,のある人がピカソだと思い込んでるんですよでま要するにこの絵は本物だと思ったら買うって言ってもう明らかにピカソじゃない変な日本画の水墨画みたいなやつをこのピカソのくださいって言って勘違いして買いましたもう明らかに重化質があるけれどもお店のオーナーがああこいつ騙されてるわみたいなこいつ勘違いしてるわ っていうことをもし気づいてたらこの人を保護する必要なくなるの今度相,手を、ね、相手の取引の安全を保護する必要がなくなるつまり例外の例外があるのよ B が悪意だった時ですいいかな B が A が錯誤 B の側が、あこいつ騙さあ、騙されてるじゃないか、この人勘違いしてるわって分かってんだったら、その取引はやっぱり原則通り、A を保護すべきに傾くわけ、そうするとこの場合には、やっぱり取り消しを認めるべきですよねで、この時は理由としては、要するに B 保護の必要性がなくなるんですよ。 つまりどっちを保護するかっていうのは結局突き詰めていくとなるの、意思表示って。で出発点としては、錯誤の場合は、やっぱり錯誤になっている人がかわいそうだってこところが出発なの、だから取り消せるんだけど、そいつに重過失があったら取り消せない、で取り消せないけど、ただ、その一方で、相手が悪意だったら、それは相手を保護する必要は全くないからね、相手が悪意だったら保護する必要は全くないから、原則通り、えー、取り消せるにしもうと、そしてもう一つあります。 これ丈夫のルールすごいっすよ A と B が共通で錯誤になってる A と B が共通で錯誤になってるどういう状況か言っとくね、えっと、A, さんは A さんはケーキを買うつもりでパンをくださいって言った A さんはケーキを買うつもりでパンをくださいって言ってるで B さんは B さんも同じ えー、ケーキを売るつもりでパンを売りますって言っちゃってるのつまりお互いにケーキとパンがごっちゃになっちゃってるのよでそうするとお互い頭の中ではケーキの売買やってるのよ A さんの頭の中ではケーキを買いたい B さんの頭の中ではケーキを売りたいで、お互い思ってるんだけどお互いに同じ錯誤に陥ってて A さんも B さんもパンをくださいパンを売りますって言っちゃってるこの時に契約を成立させるかっていうとさせるとわけ分かんなくなるでしょいいよね もうお互いにもう勘違いしちゃってる状態で合致しちゃってるものを契約成立させるとなるともう世の中、もうわけわかんなくなるので共通錯誤になったらもうこれは取り消せるとしていますで理由は,これはシンプルであの混乱するからですなのでもう結局もう混乱するだけだから。 取り消すことをしましょうと、まあ、いうふうにこれは条文で決まってますで今、まあ、前半ここまでにしますけれども、まあ、大体民法のルールって大体決まってるのでそこをしっかり押さえておくと良、えー、いかなと思いますでは、えー、とちょっと3ページその結論だけまずね、えー、触れておくと原則取り消し OK なんですねちょっとねじめの3ページのね、えー、触れますけれども原則取り消し OK でこれが例外です 例外として、憑依者が重過失に陥っている場合には、えー、作で取り,消せるあ作取り消しができなくなる、そして、相手方が、あとこれね、相手方が、えー、と悪意重過失だった場合や、共通作誤に陥っている場合は取り消しができる、これは例外の例外。という位置づけになっています。<laughs> ということは、まあ、繰り返しになりますが、あごめんなさい、ちょっと一瞬だけ、これ、相手方保護ってちょっと語弊があるので、すみません、ここだけ修正します。この,あの動機の表示のところ、えー、動機の作除には表示がいるよ、でこれ、なぜならば、相手方保護って書いたけど、そして相手方が分からないの方がいいかな、すみませんでした、ここ、相手方が分からないぐらい直しておきます。 ということでここまでのところ、まずです、ねえーまあ、前半ということになりますので、えー、とりあえず最初のいろんなルールをやったところになりますが、まずはいいです、ね、意思表示とはどういうものかということを前提にして、<laughs> まあ後半、もうちょっと踏み込んで、えー、内容をやっていきますが、えー、と1ページのところでなりますが、まあ、意思表示のトラブルってね、えー、このあ、ねえー、と詐欺とか脅迫とてのもやりますが、基本的に前半で扱ったルールとして、心理留保、通報、虚偽表示、錯誤という3つがある。 で今、頭の中で言えるようにしておいて心理留保は原則有効です、えー、心理留保は言っ,た言ったからには責任取れって話で原則有効なんだけれども相手方がそのことを知っていれば無効になるということ、ね、で通報虚偽表示っていうのはお,通貌してしお互いにしたものだから無効にするけれども善意の第三者が現れたらその善意の第三者には無効が主張できません。 結果、有効になっちゃうの扱いになるわけですね。全、え、員、ー、の第三者に対しては無効主張ができない。で、錯誤っていうのは取り消せる。錯誤っていうのは取り消せる。でも、錯誤には大きく2種類あって、要するに動機の錯誤とかそうじゃないもの、つまり言い,間違い言い間違いとか勘違いといったような表示と意思が違うものねつまりこれですね、思ってることと言ってることが違うっていうのが通常の錯誤で、これは重要であればいいんです。いいよね。 え重要なものであれば取り消すことができるんだけれども、動機の錯誤になっちゃってる場合、えー、つまり、動機の錯誤はこことここ一致してるんだよね、この絵が欲しいからこの絵がくださいって言っていて、その動機に当たる部分、本物だからみたいな部分とか、土地が値上がりするからっていう部分、えー、つまり、この動機の錯誤のポイントっていうのは、思っていることと言っていること自体は食い違ってないんです、いいよねあの通常の錯誤っていうのは、思っていることと言っていることが食い違ってるの。 パンが欲しい、ケーキくださいみたいにね。ずれてんだけど、ここは、その土地くださいだから、土地の値上がりならね。えー、その土地が欲しいから、その土地くださいっていうことで食い違ってないんだけど、前提事実が違う。値上がりするとか本物とか。で、このような表示の錯誤の時には、動機が表示されてなきゃダメ。ですね。動機が表示されてなければいけません。で、えー、原則として取り消せるんだけど、もうここは繰り返すね。相手方、あ、クリック、えっと、 原則取り消せるんだけど、その表依者が重過失に陥っているんだったら、そいつを保護する必要ないから取り消せない、でその一方で、相手方が錯誤を分かっていると、相手方が錯誤を分かっているんだったら、えー、やっぱり取り消せると、その相手方を保護する必要ないから取り消せて、共通錯誤も取り消せるという、まあ、このあたりの立てつけについて、えー、とりあえず前半は押さえておいて、後半、少しもうちょっと応用的な内容になりますけれども、 えその他に、えっと、詐欺と脅迫についてちょっと学習してから、ちょっと94条2項については、少しね、あの、応用的な内容をやっていきますので、まずは、この後休憩挟んでから、詐欺と脅迫っていう他にえ扱って、ちょっと戻って応用問題に入っていきます。じゃあ、それでは、一旦ここで休憩いたします。 これでは、ね、引き続いて後半の内容になりますけれども、えー、と後半ですけれども、先ほどね、93条の心理留保、それから94条の通報虚偽表示、そしてあと、錯誤ですね、95条の錯誤について扱いましたが、ちょっと細かいところは置いといて、あとは意思表示に問題があるケースっていうのは、詐欺と脅迫というのがありますで、詐欺と脅迫っていうのは、えー、と条文で言うとね、96条に規定があるんだけれども、あのこれはまず最初 <laughs>。 まあ全体像をつかむ上でシンプルにやっちゃうと日常的に使う詐欺と脅迫と同じですえ詐欺っていうのはもう騙されちゃったってケースですねえまあだ相手方でもいいし第三者でもいいけれどもえ誰かに騙されてしまってそれで意思表示をしてしまったっていう場合で脅迫っていうのはもっとシンプル脅迫は脅かされた場合ですえまあ例えばねね本当はねなんか 時計買うつもりもないんだけれどもあの相手方にもう脅かされてこれ買うって言わないとどうなるかわからんと思ってねもう本当は買いたくないけれども,もうなんか怖いから買いますみたいねだま、えー、されちゃったり脅かされちゃったりする場合に詐欺脅迫という,ふうに言われています。 えー、使う言葉なんだけど、まあ、詐欺というのは人をだまして、えー、錯誤に相手を陥らせる脅迫というのは相手方を怖がらせてそれで、まあ、言ってみれば意思を決定表示させようとして、まあ、脅かす行為ですが詐欺と脅迫についても条文ちょっと確認しておきましょうかね6条で、ね、一応、きてがあって96条1項でもうシンプル取り消せるということです、えー、なので、まあ、詐欺と脅迫は取り消し原因になります まあ言ってみれば、ね、詐欺とさごめんなさい、あれと同じなんですよ、錯誤と似てるっちゃ似てるんですよね、えーまあ、言ってみればなんか、<laughs> まあ、詐欺も錯誤もどちらも、結局、あれでしょ、勘違いしちゃってるというか、まあ、ごめんなさい、もう一回言いますね、違う違う、えーとまあ、詐欺も脅迫も、さっきの忘れてください、どちらも取り消しになります、でえー、ちなみに取り消すことができるっていうことは、取り消しの意思表示をするまでは有効と扱われます。 たと、えー、え騙されていたとしても脅迫されていたとしても、えー、取り消しの意思表示をするまでの間は有効と扱われるそしてちょっとだけ複雑な条文が96条2項で第三者が詐欺した場合ですね、えー、第三者が詐欺した場合というのが規定がありましてこれはどういう状況かというと、まあ、これはこういう感じ、まあ、A が、まあ、なんか騙されて意思表示をしたと、えー、このぐにゃぐにゃというのはこれ騙されたでいいです で、だまされちゃったと。で、通常だったら A が B に対してこういうふうにだました。えー、という場合には、これは取り消し OK なはずなんですよね。いいですね。えー、まあ、要するに、例えば本来はこういう形。B が A に詐欺を働いて、で、実際だまされて意思表示をした場合には取り消すことができますが、ただね、厄介なことにこういうケースあるんですよ。だましたのが、 全くく別な人が詐欺働くと、えー、例えばこの人が持っている土地は将来値上がりするぞ、さっきと同じですね、えー、このこのもしくはこの A ね、B が持っている A はものすごい価値のあるもので、えー、もうなんか時価1000万円ぐらいするすげえ A なんだってことを C が A にだますとで、吹き込まれて A が、ああ、そうなんだってだまされて、それくれやっていった場合です。で、この場合、一般的には第三者の詐欺と呼ばれるものなんですね。でこれ取り消せるででしょううかという問題なんです ただ取り消せるかどうか考えるときのポイントはこれ通常の詐欺だったら A に、まあ、完全な落ち度だわね、えー、通常の詐欺だったら完全に A に落ち度があるから、まあ騙されて取り消せるという流れがいいよねだけどこっちどう相手方に落ち度ないよねこっちはさ B は自分から詐欺働いてるわけだから取り消されても文句言えないでしょだけどこの場合だったら B は <laughs>。 C, C が詐欺働いているだけだから落ち度はないんですよ、だからただ取り消すとなると B からしてみれば取引の安全害するよねってことになる、なので民法の規定の中で A が悪意の場合のみです、つまりこの人、騙されていると、詐欺で騙されていることについて悪意、またはさっき言った、過失がある場合。 場合のみなんですよねでこの場合には96条2項で取り消しができるとされていますこれは先ほどの例も出てきたところですが第三者の詐欺ってやつなんですねでこの時にはあの B 自身に奇跡性ないじゃん それ自体で。だからやっぱり A が騙されていることを知っている場合じゃないと、取り消すと A、やっぱり A あの、ごめんなさい、A が騙されていることっていうのを B が知らない状態で取り消しを認めてしまうと、やっぱりそれは妥当性書くので、B 自身に奇跡性がない以上は、その B が、そのだ、あの、A が詐,詐欺で騙されていることについて知っている場合に限って取り消すことができるとされています。で、さらに <laughs>、 もう一つ詐欺取り消し、重要なのがあるんですよ、えーと。どういうものかというと、ここは今日少し練習しますけれども、えー、こんな感じね、まあ、A が詐欺しますで、例えば物を売ったとします、えー、物を売ったとします、<laughs> でここまでだったら、これって、えー、96条1項で取り消せそうですよね。 B が A をだまして A が B に物を売りましただからこんな感じでね厄介なのはこの後に C に転売しちゃった場合ですだ状況としてはこういう場合、はいえー、とこの時取り消せるかって問題です えー、取り消せるかどうかという問題なんだけれども基本的にこれ取り消せるとなるとちょっと問題があるよね、まあ、状況を考えてね B が A をだましましただまされた A が B に何か売りましたでこのあと B が C に対して転売したでもちろん A は96条1個でだまされていますから、えー、取り消しをすることはできますただ取り消すってことはどうなるかというと最初から全部なかったことになるでしょ えー、この C の,この売ったことも全部ひっくり返ることになります、取り消しならば。もともとだってさ、詐欺取り消しが行われると、この売買契約無効でしょ、AB 間の売買が無効になります、最初から。とすると、B は権利ないよね、元から。B は元々権利ないわけだから、C は権利取れないことになりますよね。とすると、じゃあ、後々になって A がこのような形で、えー、詐欺取り消しをした場合に、じゃあ、えー、C を害することになるよね。 C を返せることになるよねなので <laughs> あの条文ではどういうふうな規定されているかというとこの C が善意無過失、えー、つまり A の詐欺について何も知らなかった A の詐欺について何も知らないで買ったとっいう場合には A は取り消しができなくなります。<laughs> えー、厳密に言うと、えー、その取り消しの効果を主張できません A は C に対抗することができない、えー、というふうにされていますこれはなぜかというとこれはなぜかというとやっぱり取り消しというのはもともとから 要するに A から B、B から C って言ってこれで取り消しを認めちゃうってなると、やっぱりこの C っていうのは取り消しの影響を受けて、所有権を失っちゃうんです、遡って、でやっぱりそれは避けるべきなわけです、で特に、A、C がですね、善意無価値であった場合には、取り消しってのは最初からなかったっわけです、なかったことになる。 えー、C は取り消しの総休項で影響を受けているわけですよねで、このようなものについては <laughs>、えー、極めて保護の必要性が高い、なので、全、え、員、ー、無可欠だった場合、ですね、えー、C が全員無可欠だった場合には、その取り消しの効果を C に主張できない、えー、条文では96条3項で書かれているんだけれども、えー、やっぱり A よりも C を保護すべきだということですね。なので 図図でうううとこういう図になります A から B、B から C で,で、まあ、取り消しと、まあ、こういうふうな場合には、えー、この C が善意無可欠だった場合には、この取り消しは制限されると。 まあいう規定です <laughs> でさっきのさこれあの1回目の講義だからちゃんとやっておくとさっきの94条2項とは全然趣旨が違うんですよ94条2項は権利外観法理だよね虚偽の外観を信じた第三者っていうのがいるときには本人に奇跡性があるやつよりは第三者の信頼を保護するためにその向こうの主張させないってやつよね。い,いよね虚偽の外観があって本人に奇跡性があって第三者が信頼したんだったら第三者の信頼を保護しよう。で まあそれが94条2項の権利外観法理なんだけどこの96条3項は実はちょっと違うんですよこれは取り消しによって影響を受けるやつを保護するという趣旨なんですねだから取り消しって最初に前半でも言ったけど取り消されるまで有効で取り消されたら全部なしになるでしょまあ言ってみればちゃぶ台をひっくり返すような話なのよだから今までやってきたものを全部ひっくり返されちゃうわけとするとさ最初だったらともかく後々になってこれちゃぶ台の上にいろんなやつが乗っかってくるわけだよ いいよちゃぶ台のようにいろんなやつが乗っかってきてで A がいきなりちゃぶ台バーンってひっくり返したらやっぱり C からしてみれば取引できないよね怖くてねだってずっと前の人が騙されてるとかさずっと前の人が取消し権を持ってるんだったらそのずっと前のやつでバーンとひっくり返されることになるじゃんそうすると結局これ権利を手に入れたとしてもひっくり返されちゃう可能性があるそうするとそういったものに対してはやはりちゃんと保護を与えなきゃいけない。だから96条3項という規定があることで 要するにこの人は要するに安心して取引入れるわけですよ。でなので、さっきの94条2項の権利外観法律とはちょっと違っていて、まさにこれなんですよ。取り消しによって影響を受ける人を保護するために行うものとされているわけです。なので、ちょっとここは、ね、あの事例解説中、次回でもちょっとやるんだけれども、だからこの場合とこの場合、ちょっと違うんです。少し触れますけれども、ちょっと例ね。 じゃあこれ A が B で騙されている売りました、売りました、取り消しこの場合はさっきの話です、えーまあ、言ってみればこの C というのは取り消される前に取引入ってるよね <laughs>、えー、取り消される前にダイあのあの入ってます 取り消される前に入ってます。ということは、このものっていうのはどうなのかっていうと、ちょっと同じことになっちゃうけど、受ける人ですよね。で、このようなものについては、96条3項の。 第三者に当たるんですでこの人は96条3項の第三者であるから従って税無課しなら OK という結論ですだからこの取り消しっていうのは96条3項の第三者で保護されることになりますでただねその一方でちょっとこっちも考えてみようか同じような図を書きます A が B に、これ騙されてるね、詐欺で騙されて売りました。A が B で、詐欺で騙されて売りました。でその後に騙されて売ったんだけれども、気づいて取り消しました、先に。で取り消した後に C に売りました。<laughs> えー、この場合ちょっと考えてみましょう、えー、さっきと似てるような話なんだけれども順番が違うよね、えー、さっきの事例はこっちにあるけど A から BB から C って言って,てんこういうの点々譲渡っていうんだけれども点々譲渡がなされた後に取り消してるっていう場合そうするとこの C っていうのは A のちゃぶ台返し食らう立場だよね A のちゃぶ台返しの影響を受ける立場だからこのものは保護しなきゃいけないかこのものは保護しなきゃいけないか だから96条3項で善意無だったらこの人を取り消しから守ってあげると、まあ、言ってみればちゃぶ台でガシャンってひっくり返されることをこの C は善意無ならブロックできるんですよ。いいで,す、ね、でじゃあ今度はどうかというと今度は A が B に売りました取り消しましたそして B が C にその後売りましたとするとこの人って 取り消し後なんですよ、<laughs> えー、取り消し後なんですじゃあこの時にさっきのような6条3項にあるように善意無過失なら保護されるかというと実はさっきの96条3項の趣旨が当てはまらないのが分かります96条3項はどういう趣旨かというとちゃぶ台返しを食らうわけですね、えー、取り消しのちゃぶ台返しで影響を受ける人を保護しようねと取引の安全にというための趣旨でしょ。 でもこれってさ、ちゃぶ台返された後じゃないですか。いいよね。ちゃぶ台返され、取り消された後に出てきたものだから、取り消しの訴求項つまり取り消して最初からなかったことになるっていうことに影響を受ける人じゃないわけ。ですね。じゃあどういうふうに考えるかっていうと、よく見ると、まあこれちょっと全体構造編の内容とちょっと重なっちゃうので、民法から入った人はまた後でやる話ですが、これよく見ると、 ここれとこれとって二重じゃないつまり結局のところ B から A に取り消しで戻るわけでしょでその取り消しで戻る後に B から C に <laughs>、えー、売ってますということはこの状況って何かというと二重譲渡になってるんですよつまり こういうい関係に立ってるでしょでこの時っていうのはどっちが勝つかって覚えてます、全体構造で実はやってるんだけどあの二重譲渡の場合はどのように決めるかというと先に対抗要件を備えた方が勝ちます、えー、対抗要件を備えた方が勝ちます例えば不動産なら登記不動産なら登記、えーえー、動産なら引き渡しで二重譲渡ってことになるから、まあ、今回不動産にしましょう。 不動産にしましまょうそうすると A と C で先に登記を備えた方が優先することになります。でこちらはあの二重譲渡ってやつはもう一回確認しておくとねあの、まあ、何でもいいか。<laughs> まあ例えば B を起点として A と C にこうやって物を二重乗とした場合にはどっちの方が優先するかというのは対抗要件を備えた方が勝つとされていますよねでこの対抗要件って何かというと不動産なら登記動産なら引き渡しになりますので例えばこれが不動産だとすれば A と C で先にこの不動産の登記を取った方が優先することになります でそしてもしこれが時計だったとします、えー、動産である時計ならば、えー、時計を売って取り消して、取り消した後に C が売ったとっいう場合には、この場合には、A と C で先に引き渡しを受けた方が、えー、優先することになります。で、なんでかっていうと、これはもう早いもん勝ちでしょ、B からしてみれば取り消して取り、取り消された後に急いで売ったんでしょ、取り消された後とに急いで売ったんでしょ。 ということはこの場合には、B、こ判例の立場だけど B を起点として二重状態になるから結局はどっちか早いもん勝ちの状態になっているのでこの時は先に登記を取った方が優先するというふうにされていますでこれが96条の3項という規定でぜひここはルールなんで押さえておいてくださいこんな感じ第三者による詐欺があった場合でまずね 第三者の詐欺があった場合、96条2項ですけれども、相手方が詐欺について悪意有価質だった場合には、取り消しができると、その場合に限定されます。そして、こちらね、失礼しました、こちらね、詐欺取り消しはの第三者、善意無価質の第三者に対抗できませんで。こちらも条文に書いてある通りなんですが、この第三者っていうのは何なのかというと、 こちら、えー、詐欺取り消し前の第三者に当たります。えー、詐欺取り消し前の第三者になります。えっ、ー、と、具体的に言うと。あれですね。この第三者っていうのは。まあ、同じになりますが、取り消しの訴求項を。ごめんなさい。 取り消しの訴求行の影響を受けるものが第三者に当たると、まあ、いうのがこの立法趣旨ということになりますから、えー、詐欺取り消し前の第三者ということになります。そうすると、ちょっと話をね、えー、少し戻しますけれども、ちょっと戻るね、これね、影響を受けるものですが、じゃあ、こっちの場合、これは取り消し前のほうだったら、この人は登記備える必要ないね、対抗関係じゃないからね。 えー、要はこれっていうのはシンプルに A から BB から C っていうことだから A から BB から C っていうふうにただ言ってますからこれはちなみにこれから勉強する時の一つの考え方で持ってて A と C の関係っていうのは全種・公種の関係になってるのが分かる A から BB から C って普通に点々譲渡してるわけで全種と公種の関係っていうのは基本的には対抗関係とは言いません 対抗関係というのは基本的にはさっき言った通りこういう関係になっているような対抗関係ですつまりある人を起点として B と C に二重上とされているときにはこれは対抗関係と言いますでこの対抗関係のときには登記を取らなきゃいけません対抗関係の場合には登記を取らなきゃいけませんだけれどもさっきみたいに A から B、B から C みたいな関係は全種公種の関係と言われているんですよ。で、全種公種の関係に立っている場合には、これは登記は不要とされています。えー、は不要とされてるんです、えー、なので、えー、と条文じゃなくて、この、えー、さっきのレジュメで、レジュメっていうかね、えー、さっき書いたものだけど、こういう関係ね、ちょっと戻りますけどね。 まあこの場合は登記いらないわけだけれどもだからこの関係に立った場合ここは全種公主でしょ A から BB から C という形で A と C との関係は全種公主の関係に立ってますからこの場合は C は登記は取らなくていいです、えー、全種公主の関係に立ってますから、まあ、A, A との関係ではね別に対抗関係に立ってませんから別に登記は不要です登記、えー、を備えなくてもえ問題ないということになりますそれがレジュメの3ページ、えー、レジュメの3ページの一番最後に書いてあるところで 一番最後に登記不要って書いてあると思うんですが、まあ、こちらはこういう形で登記がなくてもできると、まあ、いうことになります。でちなみに、えー、ここまでがその90あの、えー、と心理留保それから通報虚偽表示錯誤詐欺脅迫っていうあたりの、まあ、1つの大まかな枠組みになります。で大まかかなな枠組みになるんだけどちょっといくつかねあの 事例的なのをやってみようかなと思っていてえと事例問題集の方をちょっと、ね、見ながらちょっと練習したいんですが少し考えてみようというとこまあ一応1個目、こんなんです <laughs> 1個目はこんなんなですここからはあの94条2項を中心にやるから94条2項、ね、もう一回あの思い出してね。 あの通報虚偽表示のやつねでそれ踏まえてちょっと問題ちょっと解いてみるとまあこういう事例ですね AB 間で土地の仮想譲渡が行われたとしますで AB 間で仮想譲渡が行われて B から CC から D と点々譲渡があったつまりこういう場合ですね AB 間で通報虚偽表示があってでその後に C から えー、B から CC から D へと点々譲渡がされたでこの時にこの人は善意だったただこの人が悪意だった場合 <laughs> ですね、えー、この人が善意でこの人が悪意だった場合、えーまあ、言ってみれば D は所有権を得られるかという話です、えー、D は所有権を得られるかという話なんですねでまず前提として確認なんだけどこれだったら問題ないよねいいよね AB 間で通報虚偽表示がなされてでそのあと、善、え、意、ー、の第三者が取得したって場合にはこの人94条2項の第三者でしょで94条2項の第三者からこの人所有権を取得することになるだけれどもこうなった場合その人からさらに悪意者が現れてでこの悪意者が現れた時にこの人は所有権を得られるかという問題です。 ででこれについてはしっかり頭入れておいてください、基本的には1人でも善意者がいればそれで OK です、なので例えばこの問題はここで権利確定するんです、いいかなこの94条に第三者がいるからここで結局のところ権利関係が確定します、で1人でも善意者が現れれば C が確定的に所有権を得ます。 確定でますであとは D は悪意であっても結局 C から D でもらえるっていうことですね C から D に所有権が得られるということになるつまりこの94条2項っていうのはあの次から次へといった場合結構面倒くさくなるので一つルールを知っておいてくださいあのどうしてかっていうこともちゃんと説明するから <laughs> どうしてかというと理由は一番シンプルなのは法律関係の早期安定です であの理由付けいくつかあのここ書いてあるけれども特にまだ民法1回目だからあの全部の理由とかは後で大丈夫全部の理由は後で大丈夫要は1人でも現れれば OK です善意の、えー、権利取得者が、えー、な転得者が悪意でも有効に権利主張できます、えーまあ、要するにイコールで言うと1人でも 一、えー、人でも善意者が現れれば OK ということになります。えっとね、やっぱりどうしてなのかというとこれ、まあ、よく考えてほしいところでこれ D だからいいけどさこのあとさ ABCDEF って次々点々上として仮にさずっと善意なのに一人でも悪意が現れたらさこの人が A が無効主張できるっておかしいでしょいいいいつまででっても権利確定しななじゃんいいいかな要はさ例例えばこの事例でね この事例で D が例えば悪意だとするじゃんで D が悪意だから悪意のものに対しては A は無効主張できるってしちゃうと無効主張できるから A が取り返せるってことをしちゃうと結局のところ一人でも現れればいいことになるよね悪意者が今までずっと善意でも誰か一人悪意者が現れると A は無効主張できるってことになっちゃうじゃんそうすると権利関係いつまでたっても決まらないっていうことになっちゃうのでまずは一人でももう善意者が現れた時点で A は確定的に所有権を失うと。 いう,ふうにしてしまえばその後の転得者が悪意であったとしてもえ基本的には C が確定的に得た所有権を、まあ、次々と承継取得していくというふうに考えるわけですで逆に言うとねこれそうじゃないと問題ばっかりになるのもしこの人がさ悪意だったら、まあ、ちょっと民法のねあの条文のルールだとさ善意の第三者に対抗できないっていうのでこの人が悪意だからじゃあ A が無効主張できてここ通報共有書だからね 通報虚偽表示で無効主張できて D から取り返せるってすると問題点はさっき一つ言ったのはいつまでたっても権利関係は決まらないよねってことですね一人でも悪意者が現れれば A が取り返しちゃうってことになるでもう一つはねこれもし取り返すのを認めるとどうなるかっていうと D は権利失うよねいいよね D は権利失うよねあのその後ねこれはまだ細かい話だからあれなんだけど通常そういう時って C と D との間で あの揉み事になるんですよ、えー、買ったけれども A に取り返されちゃったって話でしょ買っちゃったけど A に取り返されたって場合には通常ねこれ CD 間であの、まあ、D が結局権利を奪われちゃったことを C に損害賠償請求したりするのよだ、まあね、からんとなく要するに C から買ったんだけどこれ結局 A のもんだったから取り返されちゃったってことになると、まあ、D は C に対してこの契約に基づいて損害賠償だとかやるわけそうすると結局全員者が悪意者から損害賠償を受けるみたいなことが起こっちゃうわけね でそうなってしまうと、さすがに妥当性を欠くだろうというのももう一つ理由はあるんだけれども、ただ学習進んでからでもいいと思う、とりあえずは、えー、学習進んでからでも,いい,んだけれどもいいとは思うんだけれども、まずルールとしては法律関係の早期安定の関係から、一人でも前者が現れれば、えー、これで権利関係確定するとされています、<laughs> でただ、これについてあの余談なんだけどね、問題点が1個あるのよああ、そうなんだと思うでしょ、実はこういう場合どうかね、まあ、ちょっとこれは書かなくていいです。 A か B でこの人、通防虚偽表示で D さんは悪意 <laughs> 例えばこれこの人が悪意だったら B からこの土地買っても悪意だったら A くん取り戻されちゃうよねいいよね善意の第三者でなければ保護されないわけだから D さん、悪意ですここが通防虚偽表示だって分かっているからここに買ったとしても結局取り返されちゃいますでじゃあその時に D さん考えるわけですよ ああそうかこれ自分悪意だから自分悪意だから、えー、これ B から買ってもどうせ A, A から通報拠陣表示の無効だって取り返されちゃうんだとじゃあどうしようって言うた D は近くに適当に呼んでくるんですよなんか知り合いをあの知り合い呼んできてちょっとさ買ってほしいものがあるんだって言って B から土地買ってくれよっていうことであの C に依頼しちゃうってことをやるんですよね間に挟むので C は何も知らない。 C は何も知らなくて本当は D が欲しい D が直接買えばいいんだけれども D が買っちゃうと結局は94条2項の第三者じゃないから保護されないからとりあえず近くにいる前者連れてきてあのちょっとお金とか出すからこの B からこの土地買ってきてくれっていうことで前者を間に入れちゃってで C が無事に手に入れてから D が改めて買うと、まあ、いう感じで間にこういう C を挟んじゃうことで結局 D は直接だったら94条2項の保護は受けられないでしょ。 94条2項の保護は受けられないんだけれども間に第三者を連れてきちゃうことでさっ,きこれはさっきの立場ならここで保護されちゃうでしょ絶対的公正だから C で前者が現れればここで権利関係確定するから D は無事に権利取れるんだよということが許されちゃうという問題があるの実はこれなので一応批判って書いてあるけどさ悪意者がこれ間にいるのバラ人形って言ったりするんですよ。 何も知らないやつ、間にボンと挟み込んじゃえば、自分自身はね、94条2項の第三者じゃないんだけれども、えー、間にわら人形を挟めば、えー、権利が取れちゃうという、一応、批判はあるんですよ。あの悪意者がわら人形を介在させて、不当に保護を受けちゃうというれがあると、まあ、いうような、こういう批判はあるんだけれども、ただ、これはね、あの判例ですね、<laughs> えっとね、一応裁、裁判所の考え方はこれなんですよ。なのでもし仮にこういうい問題が出てきた時ね こういう問題が出てきたときには一人でも全員者が入ってくればそこで権利関係が確定してこのものが保護される結果所有者は C で次に悪意者が現れてもこれはあの悪意者は権利を取得できるというような結論になっていますでなおですけれどもこれ逆もあるんですよ <laughs> 逆はどうかというとちょっとここ参考までに書いておくと A から B でこの人が通報虚偽表示で C が悪意 C が悪意でこの時はこの人はあれだよね94条2項の第三者ないよねだけど C から D に行って D が全員でいう場合でこの場合どうなるか、えー、というのも同じように問題になるんですよでこの時は結論言うねこの人は94条2項の 94条2項の第三者で保護されることになりますあのどうしてかっていうと別にさあれでしょあの直接買い受けた人でも、まあ、この人でも保護されるべき変わらないじゃん要するにこの人だって虚偽の外観を信じた第三者でしょ結局はあの例えば、えー A、AB 間で94条2項で通報虚偽表示がなされてでそれで悪意で買いましたちょっと悪意から今度全員者が買いましたって場合にこの人だって結局 94条2項、まあ、言ってみれば権利外観法理もう一回言いよ、虚偽の外観、つまり C は実際にこの人は権利取れないじゃん、無権利でしょ、この人は無権利なんだけれども、虚偽の外権利者であるかのような外観があるわけですよ、えー、権利者であるかのような外観があって、A に落ち度があるんでしょ、A は通報、虚偽表示やってる奇跡性があって、そして D はそれを信じたんでしょ、虚偽の外観を。 ということは、結局94条2項のやっぱり保護の対象ではあるんだよね。94条2項の保護の対象にはやっぱりなるので、94条2項の第三者で保護されるということになります。とすると、結果的にあの94条2項の問題のまず出発点として、全員者、例えばこれがね、ちょっと何かに書いておくと。 えとね、要はこういうイメージ、まあ、AB でこの人が通報虚偽表示があったで C に行って D に行きましたで結局この人がだめでこの人が丸っていうケースでこの人が丸でこの人が×っていうケース、まあ、両方ありえるわけでどっちにせよ例えばこのこの人が悪意でこっちが善意だとすると結局これは結局この人が 第三者になるから、OK、ですね、えー、間に入っていても要するに94条2項の第三者なので OK こっちは、えー、と94条2項の、えー、第三者でここでこの人がいればここで確定しますここで権利者確定します、えー、権利が確定しますなのでこの人は結局権利取得できるといいよね ×は悪意で、丸が善意、ね、×、えー、罰が悪意で丸が善意ね、えー、といった場合には要するに悪意善意だった場合にはこの人94の第三に保護されるで、えー、途中に C が善意ならばここで権利関係が確定します、まあ、さっきちょっと触れあの言葉で言ってなかったよう絶対的公正というんです一人でも一、えー、人でも善意者が入れば、えー、権利関係を得ることができるということになりますから結局はこれいずれにせよ D は保護です いずれにせよ D は保護されることになります。まあ、これ悪意だとしても、えー、C からの権利取得が可能という、まあ、こういう感じになるわけですね。で少しちょっと今度は練習問題ちょっと見ていきたいんだけども。 あの大体、か今日やったことって、なんとなく民法の権利の取得の方法みたいなのを少し練習する意味でいい問題で、せっかくだからこの2番、3番はその場でちょっと考えてほしいんですよ。AB 間の通報虚偽表示があります。いいかなえ A と B との間で虚偽表示があって、B のあるかのような外観がある、かつ登記は B。まずこのような状況です。これ図が書いてあるけど多分 図は自分で書い,た方がいいいたがかなまずは、えー、と2番の問題というのはこういう感じ AB 間で虚偽表示がある虚偽表示があってでここに登記がある記、えー、がある <laughs> いいかなで所有者は A なんですよ本当の所有者ねでこれが C に売られちゃったわけですまず通房虚偽表示が最初でその後に C に売られました C は善意、何も知らない C が買いました。はい、で、そのところが、A が、真の所有者である A が、D に売っちゃった。はい、この人、所有者ね。いやね、A は所有者で、AB 間では通報虚偽表示がなされて。 A、B 間で通房共有表示がなされて B であるかのような外観が作られてで B は C に売ったで C は善意で、そうするとこの人は94条2項の第三者ということになります。94条2項の第三者ということになります。で、じゃあ A から DA から D に今度はその後売っちゃったと A がね所有者だからってことでじゃあこのとき権利者誰でしょうという問題です。 このとき権利者誰でしょうで絵を描けばシンプルかな絵を描けばシンプルかなまずこの C は94条2項の第三者だから言ってみれば保護される立場だよねだから A に対して所有権を主張できる立場ですいいよね A に対して所有権を主張できる立場ですいいよねでその一方で A も A でこの AB 間の通防距離表示は 本来無効なんだから、A はその上で一方的に D に売っちゃってるっていう状況。つまりこの状況っていうのは、まあ図を書くとイメージ湧くと思うんだけど、C と D が結局はこの A を起点とした二重状態になってる。A を起点と二重状態になってるのよ。つまり、えー、通報虚偽表示を信じた第三者の九十四条二項の第三者である C と A が D に売っ払っちゃいましたっていう、えー、この関係っていうのが、まあまさに対抗関係立ってると。 なので、これ、誰が所有者かっていうと、D と C で先に登記取ったほです。C と D で先に登記を備えた方が、所有権を取得するということになる。ということだねで。ちなみに3番の問題も同様です。3番の問題もちょっとね、見てほしいんだけれども、まあ、結局図を書く重要性って感じ。AB 間で、はい、通報虚偽表示がありました。AB 間で通報虚偽表示がありました。で、この時に、 まあこの人陶器持ってるとします。A さ, <laughs> A さんが所有者で、えー、と A さんが所有者で通報虚偽表示がなされていますで、まあ、実際にはあの虚偽の外観がこうあるわけだね B の所有者であるかのような虚偽の外観があって善意の第三者に売りましたっていうここまではいいんだよね善意の第三者に売りましたただ この事例を見ていただけると事例の3番ねこの人もう一人に売っちゃったと、まあ、こういうケースもあるんだよね、えー、本当の所有者は A さんで本当の所有者は A さんでで AB 間で通報虚偽表示がなされてで、えー、そして、まあ、この通報虚偽表示がなされて虚偽、えー、の外感を持っている B が2人の前者に売っちゃったと。2人の前者に売っちゃった えー、いうケースですね。じゃあこのケースって、えー、C と D どっちのものになるのっていうことだよね。でももうなんとなくあれでしょ。分析的に考えれば分かるでしょ。結局これ B を起点とすれば、どっちも九十四条二項で権利主張できる人じゃん。いよね九十四条二項でどちらも権利主張できる人から B を起点に考えれば、これはここが二重条となってるでしょ。 つまり A は結局所有権を失うんだよ、どっちにせよ。A は C であれ、D であれ、どっちも第三者でしょ。いいよね。A は結局のところ、C であれ、D であれ、全員の第三者だから A は所有権を失うんですよ。じゃあ、どっちに所有権を失うのという問題については、やっぱり94条2項だって主張するものが2人現れちゃった以上は、要するにどっちかが先に登記備える必要があるわけですね、えー。つまり B を起点とした場合、やはりここって対抗関係に立っている。 でポイントは、ね、どっちも保護される立場にあるんだよね、えー、どっちも94条2項で保護される立場にある場合は、えー、このように、まあ、対抗関係として先に対抗関係を取った方が勝つというふうな形になります、えーまあ、この辺のところはなんか、ね、覚えるというよりは、まあ、その場で考えていくというのが結構キーになりますその場で考えていきましょうというのがキーになりますで特に、えー、とレジュメでちょっと2ページ、えー、で、まあ今日やるところについてはね <laughs>、はい えとね今日やるべきところは、この丸え○ってやつをちょっと見るとね、<laughs> はいえー、と第三者からの転得者については、転得者、第三者を含まれるっていう、まあ、ここに書いてあるけれども、さっきの話の、ま、サクッとまとめたもんです。えー、結局は、えーと、この A から B で通報虚偽表示で C に行って D に行きましたって場合に、C が悪意、D が善意でも OK なわけね、えー、いいよね、C が悪意で D が善意でも、これは理由としては、えー、まあ、これ、 D ってのは転得者って言われてたけどね、D は94条2項第三者に当たるので、この場合は OK と。それに対して下も OK だっていうね、C 善意、D 悪意でも OK ですね、C が善意で D が悪意でも OK です。これは もう一回、ね、同じことのやつだけど復習ね、えー、G 善意なら権利が確定するといいよね C が善意なら権利が確定する、まあ、絶対的公正ってそういうことです、えー、C が善意なら、えー、権利が確定しますすると D は C から 取得できるわけな <laughs> D は C から権利を取得できるということになりますであとは今日少しあの触れた話になると <laughs>、えっと、94条2項は基本的には全種公種の関係に立ちますあの94条2項の関係っていうのは基本的には全種公種の関係に立ちます、えー、なのであの対抗関係に立つ場合とは違うわけね フレーム難しい話ですが要するにここについてはちょっと尾、えー、については確認するとあの94条2項の場合は基本的にはこ,これだけの話の時ね、えー、この話になっている時 <laughs> 特に複雑な問題が出てこない場合はこれが一番シンプルな形でしょ。 特に複雑な問題が出てこないときは AB 間で通報虚偽表示がなされてそれで C に売ったって場合でこのときは端的に A と C は全種公子ですね。A と C は全種格子だよねということはこのとき C は登記取る必要はないからね。 A と, C A と C しかいなかったら、全種、公種の関係に立ちますから、全種、公種の関係に立つときには、登記はいらない、つまりこれ、A に対してはね、A との関係で C は登記を取らなくていいです。 あの問題になるのはさっきの図で書いた通りこれちょっと落書きっぽくなるけど要はここに D が出てきたりすると変わるわけいいよねあの通常の94条2項の類推適用っていうのはあの A から B に打ってで C、B から C に行きましただから全種・公種の関係に立つから C は別に陶器いらないよね C は A との関係では陶器いらないけれども A が D に打っちゃったとか B が D に打っちゃったみたいな感じで D が出てくると対抗関係になっちゃう。 でその時には陶器飛んだけダメなのでさっきの問題の2番3番がまさにそうね、えー、この2番の図だったらこれだったら投機いらないのよ何の問題はないの A と C との関係ではだけどこういうのが出てきちゃった場合ねあの対抗関係に立つような、まあ、こっちもそうね、えー、B からこう、えー、にょんと出てくるみたいに、えー、二重譲渡みたいのが出てきちゃった場合には対抗関係に立つので投機がいるけれどもそうじゃないときはいらないです。 だから逆に言うと対,対抗関係に立つ場合が出てきちゃった場合にはこれ177条の問題って書いてありますがこれは物件の勉強してから、えー、後になってからやるけれどもこれは要するに登記が必要ということです。えー、対抗要要件るる登記が必要になるということになります <laughs> ださっきの2番と3番のような問題を意識しておいてください。 でちなみに、えー、と今日です、ね、残ったところでしっかりやらなきゃいけないのが少し1個なんですよ、えー、と94条2項については類推適用という、ねえー、問題が出てきます、えー、とレジュメでいうとです、ねえー、の4から順番にちょっと見ていきたいところなんですがあの初めて判、ね、例の勉強をやる人は、まあ、今日やったところはもう1回、ねあのー、次回の講義でも少し復習はしますので。 これは全体構造編で一回やった問題をもう一回ここで復習しますこの事例の図をちょっと相当してみてください A が税金対策として自己所有の建物を息子の B 名義で勝手に登記しておいたら B が勝手にこれを C に処分してしまったと、まあ、いうことつまりどういう状況かというと A は実際土地を持ってたんだけれども勝手に登記してたと、ね、いいね A は要するに自分が 土地の所有者なんだけどあ建,物ごめん、ねえー、建物の所有者なんだけど建物って持ってるだけで税金かかんじゃんあの固定資産税とかかかるから、まあ、この A は親父さんなわけですよ。で親父さんは自分が建物持ってるんだけど自分の登記にしとくと、ね、自分の登記にしとくと税金かかるから自分の息子の登記勝手に移してたんですよ名義を。 でそうすると、まあ、自分に税金かからないから自分の建物を無断で B の登記してたら息子がこれに気づいたわけですよあ俺のところに登記がある登記があるってことは結局あれでしょあの虚偽の外観で B が所有者のような外観になってるでしょだからよしラッキーと思って C に売っちゃったとでこの時に C が所有権手に入れるかって問題なんですねで実はさっきの94条2項の第三者にすごい似てるよね 言ってみれば A が所有者で勝手に A が、まあ、税金逃れのために B 名義に登記してたら B がそれに気づいてよしと思って C に売っちゃったで C としては俺のもんじゃって言ったわけで A としては違うよねと、えー、A としてはいやいやこれ勝手に名義を移してただけで私が所有者だと、まあ、登記名義をただ移してただけだから所有者は私だよってことで A と C との間で、まあ、利益対立が生じている。 でそうするとさっきの問題と同じように考えると94条2項っぽく見えるよねだけどここしっかり押さえて94条2項の問題では実はないんですな,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 ないっていうのはちょっと語弊あるけど94条2項は実は直接使えないんですどうしてかというと94条2項の要件ってあったでしょ通報してした虚偽の意思表示ですよねこの問題っていうのはまあよく読むと A が勝手に税金対策でやってますよね。ということは A と B との間には通報がないんです。いいね通報がないんです。で通報がないだけではなくてこれは後でやるけど意思表示っって何でしたっけ定義。意思表示って法律効果に向けられた外部への意思表明でしょ登記って意思表示ですか さっきの売ります買いますは意思表示だよね、えー、例えばお互いに通報して売ります買いますなんてやったらそれは通報虚偽表示の意思表示だけれども、えー、考えてみたら、えー、通報してした虚偽の意思表示っていうのが要件じゃんだけどまず通報ないよねであとは登記っていうのはこれ手続きですよ簡単に言うと登記所に行って書類持ってってそれでそのなんか所有権の登記ってするんですよそうするとなんか法律行為に向けられた意思の外部表明とちょっと違うわけね そうすると、まあ、あくまでも登記というのは行政上のなんか手続きみたいなものなんですよとすると今回の事例というのは通報がないんですよでしかも登記は意思表示とは言えないという点で直接適用ができないんだね <laughs> なのでまずこの問題を解くときにあの最初にこれは94条2条2項の直接適用の場面ではないんですでもただこれってさ状況がすごい似てますよね 94条2項と。じゃあ、どういうところが似てるあの通報虚偽表示っていうのは、権利外観法理でしたよね。虚偽の外観、本人の軌跡性、第三者の信頼があったときには、第三者に信頼通りの、えー、権利関係を認めてあげようっていう制度じゃん。じゃあ、今回、やっぱり94条2項の趣旨はこれにあるわけですよ。まあ、上にちょっと解説に書いたけど。 えー、権利外観法理といって虚偽の外観があって本人の軌跡性があって第三者が信頼したんだったら第三者を保護しようという,ふうに考えられますでそうすると直接適用ができなくてもね、えー、94条2項が直接使えなくてもやっぱりこの趣旨が当てはまるのであったら同じような結論を導くべきでしょうとうう考えられてるんですねでこれが累推適用ってやつです。で 特にちょっと全体構造編でも触れたんだけどもう一回触れとくと類推適用って何かというと直接は適用できない。例えば今回のように94条の要件は満たしていないから直接適用することはできないんだけどその状況が同じじゃない94条2項が当てはまる趣旨が満たされているんだよねならば要件は満たしていなくてもその趣旨が当てはまるのであれば同じ結論を導きましょうというのが類推適用という考え方なんです。なので、 さっき94条2項って一番最初にさ権利外観法理絶対押さえてねって言ったのはあの実はこういう問題だったきにこの権利外観法理言えないと何も書けなくなっちゃうんですよ要はこの問題はまずスタートとしては直的できない直接的はできないだけど本件ってさ虚偽の外観あるよね <laughs> B の名義の登記があるよね虚偽の外観で A はめちゃくちゃ悪いよねこいつ勝手に虚偽の登記作ってるよね さらには C が信用したんでしょということは権利外観法理が満たされているような状況なんですよ。でこれを一般的に類推の基礎があるっていいます。要は直接適用できなくてもその94条2項の趣旨が当てはまるような状況であるでこのような場合には同じ結果を導こうぜっていうふうに考えられてるんですよ。 でなので94条2項、類推適用によって C が善意ならばやっぱり C が所有権を得られるとすべきなんだというふうにまあ考えられています。なので、ちょっと類推適用という概念なんだけど今日ちょっと類推適用をしっかり、ね、マスターしてほしいのでやっておくとどういうものかというとまず直接適用ができないと。 まあ本件だったら、えーと、通報がないが一番大きいか、えー、本件であれば A と B で通報がない、で通報がないし、登、え、記、ー、というのは厳密には意思表示ではないっていう感じですね、えーまあまあ、一般的には通報がないというところが一番大きいかな、で直接適用できないけれども、94条2項の趣旨が、まあ、今回ね、権利外観法理じゃない。

あの趣旨が妥当する場面では同様の結論を導くべきだということでこれが類推の基礎ということですね同じ結論を導いていいんじゃないかとつまり善意の第三者に対しては権利を認めていいんじゃないかということで類推の基礎をこう見るとでその上で本文で当てはめるわけです。 つまり虚偽の外観大丈夫 A、奇跡性大丈夫そして C の信頼全部揃ううと,ということは 結論として従って C を保護しちゃおうと、まあ、こういうふうに考えていきますで特にあの民法の1回目で、えー、ここまでやるの結構しんどいかもしれないけどあの特にあれでねどのどういう試験でやってもね、えー、なんか民法の論文、まあ、いわゆる記述論文みたいなことを書くことっていうのは、まあ、どうしても必要になるよね。うん でその時、まあ、これからは初めて勉強するようになっても論文を書く時にはどういうことをするかというと事例について結論を出すということを論理的に書かなきゃいけないわけですよで。シンプルに言うとこの、G、事例だって論文問題になるよね A は税金対策として、えー、自己所有の建物を B 名義で保存登記して放置しておいたら B が勝手に売っちゃいました所有者どっちっていう問題が出てきたら自分で書かない,といかんわけよで。その時にまず、うん 今置かかれていいいる状況っていうのをまず書ななきゃいけないそうすると94条2項は直接使えないわけだよ。なんとなく94条2項のような状況になってるけれどもあの通報がないから直接適用はできないんでしょでも直接適用できないけれども背景事情が同じじゃんと状況が同じじゃんじゃあ状況が同じだったら説明つかないでしょだから状況が同じっていうのを論理的に言えば権利外観法理なんだよ。 94条2項と状況が同じというのは94条2項の趣旨が権利外観法理にあるつまり虚偽の外観本人の制責性第三者の信頼があったら信じた通りそういった権利関係を認めるというのが94条2項だよということですならば同じような場面では同じような結論を導いてもいいということを説明するわけじゃあ本件で同じかどうか当てはめようと虚偽の外観ありますかあるね B 名義の登記 A は悪いですか、まあ、すげえ悪いよね勝手に登記をしている え無断でね C は信頼してますか、た、まあ、多分信じたんだろうね、善意ならね。ならば、結局は94条2条2項の直接の場面じゃなくてもこの趣旨が当てはまるんならば、類推適用として同じ結論で C に所有権を認めてもいいんだとうう考えていけばいい、でこの94条2項の類推っていうのは、あの実はんなパターンがありますいろんなパターンがあります。 えー、ただ、ちょっと事例をちょっと見ていくけれども例えばこれ同じような問題なんで練習していくと5番とかちょっと見てもらっていい何が違うか考えてみましょう。はい、B は <laughs> A に内緒で、えー、今度はね類似的を4問やりますからねでしかもなんかちょっと予備試験とかその辺のところを考えてる方とかはあの実はこの4問ここから4つやるけど 1>, あの1個は予備試験で思いっきり出てるやつなのでちょっとまあその,あの練習にもなると思います、えー、とまず、これ事例は B は A に内緒で勝手に A 所有の土地の名義を A から B に勝手に登記を変更したっていうことですねで A は土地の名義が B に変更された事実に気づいていたものの登記名義を自己名義に回復することなく長期間放置していたちなみにこれ、ね判例で同じ事例があるんだけどもう何年間も放置してるのよ。 これ確か、ね、A と B が、まあ、言ってみれば、まあ、夫婦みたいな関係で,でなんかこの B が勝手に A が所有者なんですよ。確か夫かな、えー、?A が所有者で,でなんか B が勝手に登記を移してたんですよ。ここにも書いてあるって A に内緒で A に内緒で A 所有の登記名義を A から B に移してたで A がそのままずーっと放置してたら、まあ、ああ相変わらずもういつも売るからね、こいつら、ねえーと B、が。C にに売っっちゃったと、はい、でこの時に 94条の直接適用できないいいことはいいね94条2項の直接適用ができないのは通報ないね B が勝手に売っちゃってるでしょでは今回さっきの問題とどこが違うかというとさっきは A が勝手にやりましたさっきは A が勝手にやってましたでもこの問題は B が勝手にやって じゃあ問題になるのは類推適用するにあたっては虚偽の外観第三者の信頼はありそうだけど本人の奇跡性あるかなっていうことです、えー、本人、なんか被害者みたいなところあるよね勝手に土地の登、ね、記名義を移されちゃってる、えー、からなんとなく一見すると被害者に見えるんだけれども結論としてはここですねうっ。 勝手に土地の名義が移ってるのを気づいてたのに、ほっといて長期間放置していたっていう事実があるでしょ。これは要するに A としては、あのいいかな。このような状態になってた場合には。 A の奇跡性を基礎づけることになります。知りながら放置しているわけね知りながら放置しているというのは、まあ、言ってみりゃ本来だったらさこれ気付いたらすぐ取り返すんですよ。 だって、登記って、あの、対抗要件だから、勝手になんか登記名義とかを写してると、勝手に売られちゃったりするとね、えー、やばいことになりますから、普通なんか自分名義に登記されたら、A は気づいたらすぐに返せっていうはずなのに、ずっと放置してるんですよ。で、ずっと放置していたってことは、この奇跡性ってのは何かで虚偽の外観に対する奇跡性でしょ自分から移したんじゃなくても、移ったの分かって取り返さないでずっとほったらかしてたら、それは自分で写したのと同じでしょ自分で写したのと同じぐらい悪いでしょ 分かっててほっとくってことは。えー、ということで、えー、実際にこのようにあの、他人が作ったとしてもね、他人が不実登記作ったとしても、あのずっとほったらかしに承諾していたって場合、これ、承諾与えてますよね、実質的に。<laughs> いいよね。つまり、これは、知りながら放置しているのは、虚偽の外観を。 作出するのと同じでしょうと実質的に。<laughs> なのでこのような目次の承諾、えー、はっきりとはいいとは言ってなくても長期間にわたって放置していると、えー、長期間にわたって放置しているという事情があった場合には、やっぱり九十四条二項の累推適用で C は善意なら保護されることになる。まあこれはやっぱりね、まあ、悪いんですやっぱりね A はね。なので判例もねこれ一応判例と言って。 まあ、こ同じような事件に裁判所が言ってるることが判例ってやつなんですね。でこれと同じ事件で裁判所は、ね、こういうふうに判断してるのちょっと見ていくとここのだけででいいです勝手にこれ古い判例だからちょっと、ね、昭和の45年とかだからね所有者が知らない間に他人の宣伝によってされた場合でも所有者が不実登記であることを知りながらこれを存続せさめることを明示または黙示に承認しているとき。まあ 言ってみれば、ね、富士登記になっていることを分かっていてずっと放置しているというのはまさにこれなんですよ。もう存続させることを明示または目次に承諾していたという事実がある場合にはやはり94条2項を類推適用すると。類、えー、推適用し所有者は前期の場合と同じくそ、えー、の後当該不動産について法律上利害関係を有するに至った善意の第三者に対して。 対抗することを得ないものと解するということでやはり94条2項の類推的を認めていますで理由についてはこんな感じやっぱ第三者の保護に債意を設ける理由はないといいです、ね、もうわざとこう放置しているというんだったら結局は自分で虚偽の外観を作っているのと同じでしょという,ふうなことを考えているわけですね。 でちなみに、まあ、あと2つだけやるんだけど、あの微妙なラインをちょっとあのやってみます、今言ったこの2つっていうのは、もう明らかに A が悪いですよね、明らかに A が悪いですよねで、あと2つ、次の図をちょっと見てもらう、短い事例ですから、A が、はい、A が自己所有の建物を B 名義に仮登記にしていた。 置いたところ B が勝手に本登記にして売っちゃったちなみに仮登記っていうのは登記をする前にとりあえず仮に登記することあるのよでこの仮登記っていうのは本当に仮登記で投登記ではないんですよ当のあの実際に登記する前の段階でとりあえず仮に登記しようかみたいなことを仮登記っていうのがあってそういう手続きがあるんですで A と B との間では仮登記にはしてたのそしたらが で仮登記しているとあの仮登記の人っていうのは結構簡単な手続きで本登記に変えられちゃうので B がそれをうまく利用して勝手に仮登記を本登記に変えて売っちゃったとっいう場合なんですねまさ、あ、にまここに書いてありますけど、まあ、A と B との間ではお互いに仮登記してたんですよでこれは別に虚偽の外観でも何でもないです A と B との間では仮登記することは合意してるのよちゃんと。 で仮登記にするよっていう,ふうにやってたんだけど勝手に本登記にされちゃって本登記にできたら売っちゃうことができるんでえ勝手に本登記に変えて売っちゃったっていう場合でこれが一応一つの例でもう一つちょっと7番も見るとね <laughs> 7番はこんな感じ <laughs> えと A は B に言われるがまま、えーまあ、これよく 出る事例なんて言っておくと A は、ね、ちょっと高齢なおじいちゃんとかそっち系の人なんですよで高齢なおじいちゃんで B は、まあ、そこに出入りしているなんか若者みたいな感じで,でこのおじいちゃんの所有の土地の登記済み証とか事故の印鑑証明書を渡すなどしてたんですで、まあ、特にどういう状況であるかというと例えば、ね、あの高齢者の1人,人暮らしだと大切なものを保管していると危ないじゃない。 だからあのおじいちゃん、ちょっと大切なものとか持ってると危ないから私が預かってあげるよみたいなね。でなので、この B に言われるがままこのおじいちゃんは自分の登記済証とか印鑑証明書みたいなこういった重要書類を渡してたのよ、信用してで渡してたら、やっぱ B 悪いやつだね、大体こういうふね、B 悪いやつで、これ全部悪用するんです。<laughs> であのこれは別にあの法律の知識なくてもいいんだけどあのこういう登記済証とか印鑑証明書とか実印とかを持ってると何でもできちゃうんです大体こういう書面が揃うとなので B がこれらの書類全部悪用して勝手に土地を自己名義に移した上 C に売却してしまったとっいう事例なんですね、えー、どういう状況かというと今度は A は完全な被害者いいですね要するるにに言われるがままに 済み書を渡ししたりしてたんですよあの要するにこの、まあ、A はおじいちゃんとかなしましょう A がおじいちゃんとかで B がまあそこに出入りする悪い若者で,でおじいちゃんのために預かっててあげるからって実印預かったり登記済み書とか預かってたらその B が結局この預かったものを全部悪用しておじいちゃんの土地を自分の土地に変えた上売っ払ったっていう場面ですで状況としてはどこのね6も7も虚偽の外観相手方の信頼はありそうだよね つまり、6の事例というのは要は A と B との間で本当機が作られてで C に売られちゃったわけです。こ <laughs> これセルをこれ売っっっちゃったってことね。という状況。とすると本当機にするってことは A は納得してないでしょいいよね。A と B は仮登記をするっていうことをやってたの。 A と B との間では仮登記をするっていうことはちゃんとしてたんだけど勝手に本登記にしちゃってますからこれが虚偽の外観であることそして C が第三者がいるっていうことこの辺はまあほぼ間違いないでも A に奇跡性あるのかという問題なんですねさっきとはちょっと違うでしょ えー、さっきとは違うでしょでちなみにこれ奇跡跡性性がああるるるかかないでで言うと、えー、奇跡性はやっっぱりあるってされるんですよでどうしてかというと、まあ、あんまりこいつは身も蓋もないんだけどこういうことやる B を信頼して仮登記してるってことが悪いんです。まあ言ってみればこの B っていうのはあの仮登記であることを利用して自分が仮登記があることを利用して A に無断で勝手に本登記で変えちゃったわけでしょ。 ということは悪いのは B なんですよどこまでで行っても。いいいよよ。ね、悪いのは B ですよ要するに A と B との間で仮の陶器を作るっていうことをやって仮陶器作ってたら B が A を裏切ったわけです一方的に B が A を一方的に裏切って陶器を移して自分のものにしちゃったってことだからもう悪いのは B なんですよだけどこいつを信じて仮陶器をやったってことはやっぱ落ち度があるってされるんですよ まあちょっとかわいそうかもしれないけれどもその言ってみればあれだよ、ね、信用できないような人間に対してこういうふうなことを許しちゃったってことがやっぱり落ち度になるということつまり奇跡性についてやっぱり B, B に仮登記を。 奇跡性があると <coughs>、まあ、いうふうにされていますでさっきのおじいちゃん事例もあのさっきのかわいそうに見えるけれどもなんとなくわかる A の落ち度さっきのおじいちゃんの落ち度は B に印鑑を渡すことが落ち度なんですよつまり確実に B が悪いですさっきの事例もねおじいちゃんから、ね、巻き上げて必要書類とか重要書類を巻き上げて勝手におじいちゃんの土地を売っ払っちゃったっていうことであればもう一方的に悪いのは B なんだよ確かに だけれども所有者である A との関係で言えば A はそんな信用できないやつに登記済証とか実印渡すんじゃねえよって話になるわけそうするとやっぱり94条2項っぽい場面になっちゃうんですよ全部これ、えー、難しいとこかもしれないけどでつまり少しあの7ページの方は言ってみればここなんですねちょっとこっちは図で書いちゃうけれども A は言われるがままに登記済証を渡すなどにしている このこと自体が A 悪いんですよ。つまり、えっと重要書類を B に渡すというね、そのこと自体に規則性があると。 いう,ふうにされてるわけですい,いですかね。でね、じゃあ、同じ結論になるかというと、実はここから先、あのちょっと難しいかもしれないけど、あの今日の一番の最後の,最後の最後の山場になりますからあの、ちょっとしっかり理解してほしいんだけど、事例の4と5と6と7ってどこが違うか、実はね、大きな違いがあるの。 4と5は A 自身がすすことを分かってますよねつまり虚偽の外観である本陶器虚偽の外観である陶器を写すことを A はちゃんと分かってます例えば事例の4は陶器を自分で勝手に写してます事例の5も陶器を写すことを要するに写されたことを分かって放置しているから虚偽の外観を作ることを完全に分かってますだけど 事例の6と7はどこが違うかというと6番の事例は A の認識はどうですか本を移す認識ないよね仮登記の気持ちしかなくて勝手に裏本登記にされてますよねつまり虚偽の外観は本登記なんだけど A の認識は仮登記なんですで7番の事例は A の認識はそもそも何もないんです A の認識としてはただ単に書類渡してるだけなのに勝手に登記を移されたつまり6番7番っていうのは A の意思は A の意思ってごめんなさい A の意思っていうのは6番の問題っていうのは仮登記なんですよで作られた外観は本登記なんですよ ここれとこれとっってやっぱ違うよねで7番はおじいちゃんの事例っていうのは作出されたのは結局、まあえー、と B 名義の登記だよねこっちは A の意思は書類渡しだけなんですよでその結果 B 名義の登記を作られちゃったつまりこの6番と7番の共通点っていうのは 意思と外形が非対応なんですよ。で、一応 CF で書いておくと4番と5番っていうのは意思と外形対応してるでしょ 4番と5番は結局投機移そうと思って投機移してるんでしょつまりやろうと思ってる通りのことやってんの、まあ、ここはねあの私の言葉で言うけれども4と5はやろうと思ったことやってる6と7はある意味被害者やろうと思ったことじゃなくて人が勝手にやっちゃったんでしょただ仮投機まで作っといたら勝手に本投機されちゃったとか書類渡してたら勝手に売られちゃったみたいに自分の思った通りの外観作ってないんだよね いいよね、4と5は自分の思った通りの外観なんですよだから落ち度は大きいんですだけれども6と7っていうのは自分の思った通りの外観とは違った外観が勝手に作られた側面がある、まあ、ある意味被害者なんですでこのような場面では一般に意思外形非対応っていうんだけど相対的に落ち度が低いんですよ まあまあ、私の言葉だけどある意味被害者なんだなぜならばねなぜならばある意味被害者なんですとするとちょっとここからはバランシングで最後ね、えー、バランシングになるんだけど A の奇跡性がやっぱりさ大きい時と 小さい時でやっぱりさどうすべきかっていうとやっぱり C を保護する必要性っていうのは確かにあるんだけれども若干これ A が奇跡性が大きいってことは A もかわいそうだよねそうすると A, 保護 A の奇跡性が大きいんだったら A 保護の必要性はまあ、ないけれどもこっちは A の奇跡性が大きいんだったら A 保護の必要性はないけれども 一応 A 保護の必要性若干あるよ、ね A、もかわいそうじゃん状況わかります ?4 と5っていうのはもう A はこのやつ攻められる、えー、まあ言葉としては A をやっぱ保護する必要性はないということだけれども6番7番の図っていうのは A にもやっぱり奇跡性が少ないところから多少 A に組むべき余地がある じゃあ権利を簡単に失わせるのはそのためにどうするかというとこれは判例が考えている考え方なんだけど C の主観的要件について奇跡性が大きい場合には善意で足りるってしたやつ。 さっっき今までやったけど C は善意ならば許されるという発想なんですねただ A の奇跡性が小さいような場合にはやっぱ A も保護しなきゃいけないじゃあその時バランス貯ねじゃあ A を保護するためにはどうするかっていうと C の主観的な要件をあげるんですよつまり C は善意だけではなくて善意無過失まで要求する 無過失というのは知らなかったというだけじゃなくて知らなかったし落ち度がなかったとっいうところまで必要とするで善意と善意無過失はちょっと違うのよ善意は知らなきゃいよあすいないすみません知りませんでしたで保護されるんですよで善意無過失というのは知らなかっただけじゃなくて知らなくてかつ知らないことに落ち度がないやるべきことをやっていたというところまで必要になるんですねでこのの番番と7番っていうのはある意味 A も保護しなきゃいけないから C をホイホイ守るわけにはいかんと C をホイホイ守るわけにはいかん C もだって A も騙されてるんだから C としても保護されるためにはそれなりのことをやってよとうう判例は考えてるでそれが C は善意無過失まで必要とするとしているんですよ でこれがちょっとねあの、次回の講義でやる言葉なんだけど、一応これは条文だけ書いておくと、94条と110条の類推っいうのをやるんですねで、まだこの110という数字は知らんでも全然大丈夫です、あの次回の講義の1発目で、1発目はちょっと盛りましたけどえ、次回の講義110条ってやるから、そこでやるんだけど、まず今日知っておいてほしいのは、94条2項が類推されそうな、要するに本人が落ち度がある、本人に落ち度がある、虚偽の外観が作られた。 第三者がそれを信じてそれを買い受けたっていう場合には一般的には94条2項の類推適用ができますで類推適用の仕方はいいね直接適用ができませんで権利外観法理を示して権利外観法理が当てはまるんだったら、えー、それによって当てはめて、えー、要するに虚偽の外観あるよね第三者の信頼あるよね、えー、本人の貴責性あるよねならば 同じような結論を導いて C を保護しましょうってやるっていうこれがまあ大きな流れとしてあるわけだねまあ次回もやるけどねここはでただ94条2項のこのねこの虚偽の外観 A の奇跡性、A、C の信頼っていうのもまあピンキリなわけだよもう4から6にまあ見てみると私なんかこれ並べた順番で言うと4が一番悪質4が一番悪質で5はまあ言ってみればまあ最初にやったのは B が勝手にやったけど同じぐらいやっぱり 放置してるから悪質でこっちは6番はある意味被害者ですよね仮登記まで作ったら B に勝手にやられちゃったって、ね、B に裏切られたってケース、えー、7は可哀想すぎるっていう感じですねもう完璧被害者みたいにだから A の奇跡性という観点からすると、まあ、やっぱり落ち度は大きいんですよ大きい小さいあってでそれを、ね、判例はどう分けてるかっていうとこの分け方してるの意思外形に対応してる4番5番のパターンつまり 思った通りの虚偽の外観をしているケースとある意味被害者になっているケース A の思ったことと違ったことを勝手にされちゃってるっていうケースで分けててで違ったことされちゃってるケースはやっぱり A の奇跡性は少ない A の奇跡性は少なくなるから A も保護しなきゃいけないっていうふうになるじゃあ A も保護しなきゃいけないってことはどうするかっていうと C の要件を挙げるんですいつもだったら善意で OK だ94条2項は善意だけで足りるからね本当はね 善意だけで足りるんだけれども、えー、この医師外形非対応型になった場合、ですねちょっとここ図を書いて最後ねこれで終わりましょう、つまり、あ、ごめんなさい、漢字間違えた、医師外形対応型と非対応型で、医師外形対応型の場合には、えー、C は善意のみで足りるんだけれども、医師外形非対応型。 つまり本件のような6番、7番のような非対応型の場合には A の軌跡性が少ない以上は C に対してそれなりのことを要求するとえ無過失までちゃんとえ注意義務を果たしていることまで要求するえということになっていきますででそうすると判例も少し読んでおくとまあこういうことですえとね一応ここの図だけえ最後になりますけれども こちらね医師外形非対応型の場合には在あのこの110条ってこともまだ知らんでいいから、繰り返すけど、ね、復,習と復習の時に講義でやってないものが110条でできても仕方でいいからねあのいやその時やるから第三者の出荷要件で全員無加筆まで要求するということです、でそれは理由はこれ、本人の軌跡性を、えー、医師外形対応型にすれば低いと。 えー、本人の帰責自由が意思外形対応型に比べて小さい、つまり真の権利者の認めていた、えー、外形以上の権利を取ることになる、つまりある意味被害者ってやつね、だから本人、これ A ね、A 保護の観点から第三者の主観要件を課長する必要があると、まあ、今回そこだけにです、民法110条は次回の講義で扱いますので、えー、やっぱり本人の帰責性が小さい以上は、やっぱり C を保護するためには、それなりにやっぱり C の要件を課長すると。 で特に判例で、えーと、右ページになりますが、こちら、えー、とやっぱりね、このおじいちゃん、騙されちゃったケースですね、えー、おじいちゃんに勝手にね、あいつで資料渡したら登記移されちゃったケースでも、やっぱり判例は94条2項110条を根拠としたって書いてありますが、少し条文見ると、こう書いてあるんですね、えー、B が本件登記手続きをすることができたのは、A のあまりにも不注意なものだと、まあ、騙されてかわいそうだけどね。 えー、不注意な行為であって B によって虚偽の外観が作出されたことについての A の奇跡性の程度はやっぱり奇跡性はあるんだと自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同志しうるほど重いものと言うべきであるそして C は外観を信じまたそのように信じるにつき過失がなかったって言ってんねなんか結構がっつりねあのー A のこと文句言ってるけども一応これ見る限りかぎり医師がいけ非対応だからってことになりますが。 まあ、C の昔までまあ要求しているということを見ることができると思います。はいということで、えー、と94条2項の類推的労適用論についてはあの、やっぱり意思表示の一番最初にね、やっぱり知っておくとあのいいと思いますあの、全部ね、今日扱ったものって共通しているのは、誰の誰と誰の利益ってものを保護するかっていう、そのバランシングだよね、えー、例えばね、あれでしょ、心理療法だってそうじゃん。 飼い主を保護するのか売り主を保護するのか、錯誤もそうだよね、憑依者を保護すべきなのか、相手方の信頼を保護すべきなのか、で94条2項の話だったら、その所有者を保護するべきなのか、善意の第三者を保護すべきなのか、いう,ふうに、まあ、基本的には民法というのは、その条文とか判例にすべて理由があるんです。なのので、あの次回回講義もも、う1回復習するけれども、まあ、今日やったとと、ころだと まあ一応あ最後、レジュメになりますけれどもね、ここまでやってますよってことでチェック入れておいてください。えっとね、意思表示については、この下はまだいいです。ここはいいんですが、まあ、意思表示がどうやって、えー、行われるかってこと、それから心理留保、えー、93条ですね、原則としては有効なんだけれども、えー、相手方が悪意有過失だった場合には無効になる。で、通報虚偽表示の原則、えー、通報虚偽表示は無効だけれども、善意の第三者が現れたら、善意の第三者は無効主張ができない。 でえー、その権利外観法理というのが基本的な考え方にある、で論点というか、ね、難易度が高いところではこの,この辺の下り、ね、A、B、C、D が出てきたとき、C、D が出てきたとき、それからあの点々譲渡と対抗関係ね、全種行使なら党規いらないけれども、対抗関係は党規いるというそういう権利関係になること、そして今日これをやりました、キーね。 94条2項類推適用ということで医師外形対応型の時には善意でいい医師外形非対応型については善意無過失になるで具体的な事例は6、7までの問題を見てくださいであとは、錯誤はルール知っていれば勝ち錯誤、えー、はそのルールをしっかりと、えー、条文で復習しておくこととそれから最後に詐欺取り消しもやりましたが詐欺取り消しは、まあ、次回の講義もう1回復習すること第三者のくだり結構忘れちゃうので取り消し前の第三者 は要するに96条3項の問題だから売却、売却取り消しみたいな詐欺の話ね売却、売却取り消しみたいな形で一点目は取り消し前の第三者に対しては一点目は取り消しの訴求項の影響を受けるものだから96条3項で善意無可しなら保護されるけれども似たような状況下で取り消し後の第三者は対抗関係だったんですね A から B 行って取り消した後に C に売っちまったってことになるとこれは B と起点としては二重譲渡だから別に全員役悪関係ないと。 先に記を唱えればいいみたいな形で少し今日は1回目なのでちょっと駆け足的なところもあったと思いますが次回、もう1回ちゃんとねやるべきことはやりますので今日やったところ特に講義の中で触れたところについてはある程度見ておくと次回の講義はもう1回この意思表示のレジュメのところで飛んでいるところであったりとかそこのところで必要に応じて解説をしていくことになります。一応中心となるのはね えっとね、あ,のあれか、あの心理留保、通報虚偽表示、錯誤までは、まあ、ほぼやっちゃってますので、そこのところはしっかり復習をかけて、次回、ちょっと冒頭で詐欺と脅迫、えー、詐欺と脅迫についてはもう一回復習します、えー、特にレジュメだとです、ね8、8番、9番、8番、9番、10番あたりのところを使ってもう一度、えー、今日やった話です、取り消し前の第三者は96条の問題。 取り消し後の第三者は対抗要件になりますというのを、まあ、事例を使いながら、こちらは事例問題集ですねえ。事例問題集の8番、9番あたりのところをもう一回、えー、第1回の復習という形でやりつつ、えー、次のところに入っていくことになります。で、一応復習にあたってはチェックシートの方ですね。今日やったところだと、えー、と3ページから、えー、と3ページからね、5ページまでのところになります。 えと3ページから5ページまでのところになりますが、えー、と講義の中でまあやってないなみたいなものが一応、ちょこちょこあると思います、なので復習するにあたっては、まあ、講義メモをもやったところをもう一回復習して、まあ、講義で言ったことをもう一回再確認ということですね、まあ、講義メモと事例問題解説の再確認で、あとは覚えるべきことっていう形で、スラスラ言えてほしいことっていうのがたいえっ、ー、と、 このチェックシートの方にありますので、講義でこれ、まだ聞いたことないなというところはやってないところなので、それ以外でまあやったところについてはえ見ておくといいと思います。一応、講義でね確実にやってないのは、3ページの一番下。 えと3ページの一番下のところはやっていませんのでまあそこのところはまた追ってやっていくことになりますのでえそれ以外のところをしっかりとえ復習しておいてくださいえ特にまあ民法はねさっきも講義で言いましたけれども最初の3回、4回ぐらいは聞き慣れないことがあったりとかあの今やっているけれども今日は例えば110条で出てきたじゃないですかそもそもまだ1回目の言葉で110条って何じゃって話になったりするので後になって出てきたものがどうしても先出しになるものというのは民法の学習は多々あるんです。 なので、まあ、講義の中でこれ、後でいいですよっていううに言っているものについてはそこで出てきたときに戻りますから特に講義の中のレジュメっていうのもねあの最終的に復習ツールでやっているので1周目でやると大変だなっていうものについては1回ここは後回しにしてたりするのでそこをあで無理に調べたりしないでいいです。 なんか分かんないって言って、ね、セブンサミット調べたりとかそうするとかえって負担になっちゃうので、まあ、やったことを完璧に、えー、ということですねだからむしろその,その精度を上げていってで特に最初の学習の時にはおそらく法律の頭にするとか条文を引いたりとか、まあ、ま,あまだ見慣れないことが多いと思うんですよ。 なんで慣れてきたらどんどん回転数上がってくるからまずはその法律というもののまあせ考え方であったりとかあとは復習の仕方とか、まあ、その辺りのところをしっかりと見ていただければと思います、はい、ではです、ねえー、と本日の入門講座、えー、まあこれから民法24回ありますので、まあ、じっくり進めていきましょうではえ本日の入門講座の民法の本論編第1回の講義は以上といたしますそれれでではお疲れ様でした